はい、皆さん、こんにちは。今、帰宅しました。お疲れ様です。音声映像問題ないですか？今日はですね、2018年の12月の、8日、お昼の12時7分です。髪の毛がね、もっさりしてたからね、後ろもバッサリ切ってきました。後ろとサイドすっきりしましたね。よろしくお願いします。まったりやっていきましょう。まったり。はい、解放お疲れ。10日の撮影？10日撮影すんだっけ？ 10日？スケジュール入れとくよ。10日何時頃来んの？了解でいいっす。全然覚えてねえわ。なんだっけ？写真撮ってほしいんだっけ？写真だっけ？動画だっけ？何に使う映像が欲しいの？ちょっとスケジュール入れとくね。解放。写真？撮影。写真撮影かな。ああ、花火ありがとう。気づかなかった。解放花火ありがとう。ありがとう。サンキュー。なんでレスポンスないの？ 調子どう？お昼の12時半から13時につける。オッケーオッケー。撮影は動画でも写真でも何に使う写真が欲しいか、テーマ決めようよ。テーマ、解放は今ツイッター見てみようか。ツイッター解放のツイッター見てみるね。できればね、使える素材の方がいいもんね。解放、ちょっと待ってね。仕事で使えるような方がいいよね。仕事っていうか配信の活動で。落ち着いてきた。よかったじゃん。よかったよかった。ちょっと待ってね。今解放のさ、確認するから。これか。解放は何が必要かな。そろそろあれだね。この写真もそろそろ変えてもいいかもね。だいぶ定着してきたけど。もうそろそろイメージアップしてもいいかもね。これ定着したから、解放の名前も。あれは、なんかなんだっけ、あれ、男官塾で撮ってもらった写真とかデータもらわなかった？あれ良かったんじゃないの？水着のやつ。あれ面白いじゃん。解放の、あれどこだっけ？だいぶ前だよね、写真撮影。この辺か？この前か。これヘッダーにすれば、これヘッダーにするのいいと思うけどな、俺は。あと、なんだろう。あれ、水着のやつなかったっけ？解放。あれ、何撮ろうか。何撮ろうかね。どんな素材が欲しいの？何を撮って欲しいの？解放は。そしたら思いっきり美しく写して、それをサムネにする。写真のサムネイルが欲しいの？いやいやいや、照明が必要なんだよな。照明が俺持ってないから、どうしようかな。どうすっか。かっこいい写真撮りたいんだったらね、やっぱ照明、ほら、一回経験してるじゃん、解放も。ああいうふうにね、照明機材なんだよ、結局。カメラの性能プラス。だからね、今俺が持ってる機材だと、ああいうかっこいい写真っていうよりも、普通のポートレートみたいになっちゃうんだよね。
どうしようかな。だったら動画か。どうすっかね。ちょっと考えようか。あれ、フォトショップとイラストレーターは作れるんだっけ？開放は。でかい懐中電灯でやるか。自然、いや、あのね、自然光プラス照明。例えばさ、これとかも、かっこ悪いでしょ。わかる。これくらい大事なのよ。わかる。わかる。照明、自然光ってこれくらい大事なのね。わかる。ひどいでしょ。わかる。違い。光なんだよ、結局。でかい懐中電灯とかもあるけど、照明用のやつじゃないっていうのがネックなんだよね。例えば、これ、こういう懐中電灯とかも、こういう光が当たるじゃん。このバックライトにするとね、すごくかっこよかったりするんだよね。ちょっと弱くなってんな、光が。こういう風に。ちょっとこの辺からこういう風に出すと、わかる？立体感が出てんのわかる？あと、まあ、これだと強すぎるから、これだとアイラになっちゃうから、これくらい？立体感出てんのわかる？わかる？っていうようにね、光の調整ができる照明があるのが一番いいんだけどね。古い Mac に入ってんだ。Photoshop 持ってないか。そっかそっか。写真は照明だよ、本当に。全然絵作りが全然違うから。おい、猫の目、お疲れ。こんばんは。こんばんはじゃない、こんにちはか。髪の毛切ってきた、今。似合う。ちょっとすっきりしたよ。写真加工もできれば、もちろんもちろん、写真の加工はできるけど、できるんだけど、結局素材が良くないとダメよ。髪すっきりしたでしょ。すっきりした。いい感じ。いい感じだよ。2ヶ月に1回は切らない、ダメだね。2ヶ月に1回はちょうど。最近髪の毛切ってなかったから、横のサイドがね、モフってなってたのがね、なくなったからすっきりした。ここがね、浮いちゃうんだよね、横に。どん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 モフモフって。本当は1ヶ月に1回ぐらい切った方がいいんだろうけど、見られるね、仕事をしてるわけだから。前髪パッツンかわいいじゃん。女の子の前髪パッツン俺好きだよ。パッツンかわいいじゃん。目元がね、力強い目してるから、パッツン似合うと思うよ。目鼻立ちはっきりしてる人はパッツン似合う。
海宝もね、今の髪型いいよね。なんか、こう、ウェーブ、パーマかけてね。あれ、いい髪型だと思うわ。いや、あの髪型、美容師さん、すごい優秀だなとか思ったよ。いい腕だよ。美容師さんの腕だよね、結局ね。髪は。結構髪の毛好きでした。猫の目はもうリスナー歴長いの？ゼロ円でね、美容師の卵でカットモデル。俺は昼はね、大体ね、朝起きた時に食べるっていうのと、寝る前に食べるっていう2食かな、俺は。昼ご飯は食べてないね。朝は何食べたっけな、弁当食べたな。オリジン弁当食べて。寝る前に食べたら全然平気、俺は。飲み物すごい飲むんだよね。喉が渇くから、喋るから。もぐもぐしてるんだ。今日も仕事だ。大変だね。頑張ってるね。偉いよ。固形物食べるの。ああ、バナナジュースね。バナナジュースね。大事大事。失恋か、若いね。若さフレッシュだね。大恋愛だね。もう10代の頃ぐらいかな、失恋で傷ついたとか。もう年取ってからなんか平気になってきたもんね。別れようって言われても、ああそうって言って、元気でなーで普通に終わりだよ、俺は。だから全然平気になっちゃったよ。いいね、心がピュアなんだ。あ、そうなんだ。なんか今日俺の狐枠にすげえアンチコメント来たよ。解放を分かるさせたのはお前の仕業だとか言って、はとか思って。モテるから。いや、モテないよ俺、全然全然モテない。なんか人との出会いと別れって、そのコントロールできるもんじゃないなっていうふうに思ってて、だってね、嫌いになっちゃったらしょうがないじゃん、お互いに。それをさ、無理にさ、引き止めようとしても、それはうまくいかないよねっていう。いや、分かってるよ。分かってるやつが俺のせいじゃねえよ。関係ねえよ。
はい、わざつ。ごめんってどうしたの、よしさん。いや、気にしないでいいよ。普通にコメント書いていいよ。なんかあった？はい、わざつ、ニンニー、おかえり。うん。あ、もうカミングアウトしてんだ、甘党総裁って。いや、それね、言った方がいいよ。隠し事をしても、リスナーさんに、付き合ってるのをリスナーさんに言ったら、別に誰と付き合ってるって言えばいいじゃん。その時の定期はやめますね。あ、全然自由でいいよ。自由で。あ、ただね、にんね、あの狐枠の時は、あの小手半アットマークってつけないでほしい。あの、できれば。うん。狐枠じゃないね。やってるじゃん、俺。狐枠の時に小手半書かれても何番が誰って覚えられない。あれわざとやってるから。だから狐枠だなと思ったらスーって抜け出していいよ。あの、ニンニって書かないで、あの通常枠やってくださいとか言わないんで、スーって、あ、今日狐枠だから見るのやめようって。それでいい、それでいい。俺もいろいろ考えてやってるからさ。よろしくね。ねえ、定期してもらえるのありがたいよね。やっぱりさ、俺も全部のコメントに返せるわけじゃないし、ループになりたくないから。いえいえ、解放との誤解解けたよ、ワドさんって言われても。まず解放と笑い男が誤解し合ってたっていうの俺知らないんだけど。俺解放リスナーじゃねえから何にも知らないよ。何、なんか揉めてたの？そんな事後報告されても、え、なんか揉めてたのっていう。知らん知らん。揉めてないんならよくわかんないよ。なんか誤解あったの？ていうかね、まあまあ、解放にはいつも言ってるけど、リスナーさんと慣れ合ったらダメだよ。あの、リスナーさんと距離が近すぎるのは良くない、配信者として。で、解放、せっかくさ、リスナーさんに今やっとさ、1年半ぐらい頑張って放送やって、やっと閲覧がさ、来てるわけじゃん。今、波に乗ってるわけじゃん。絶対今後トラブル起こし続けるよ。まあでも本人がね、気づかないと分かんないんだよな、言われてもな。あの、体験しないと分かんないじゃん、人間って。それいや、解放がいいとか悪いとかっていう問題じゃなくて、俺もそうだから。一番いいのは自分の体型だよな。自分の体験でさ、分かるようになるしかないよね。リスナーさんは配信者と友達になりたいの、仲良くなりたいの。だけど、全員にそれをできないわけよ、配信者はどうしても。だからある程度の距離感っていうのを大事にしないと関係性が崩れる。要はね、放送をやった時に関係性が崩れるの。要は放送をやるたんびになんか LINE が来て、今日の放送こうした方がいい、ああした方がいいとかで、絶対ストレスになるから、配信者からすると。今の LINE は私がブロックしろ、
何の話？猫の目。ブロックしろって何の話？何？今の LINE は私が知ってる人なん？ブロックしろって。何の話？喋ってる時に、ちゃんと説明してもらわないと分かんないよ。今の LINE はって何？俺が今 LINE 来たの？なんだよ。もう分かんないな。のんちゃんだよ。のんちゃんから、のんちゃんが月曜日に病院行くよって言って、で、俺が、勘繰りすぎだって。リスナー全員そうなんだよ。勘繰りすぎなんだよ。普通に日本語が分かんないっていきなり言われたら。のんちゃんに今日会いに行ってご飯一緒に食べるって聞いたの。そしたら大丈夫だよって普通に返したの。だからね、放送をね、友達を作りに来てる人が多すぎるのよ。だからぐちゃ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 すんの。放送ってそういう場所じゃないから、見るのと話すっていうので楽しんでいかないと、やっぱりお互いの役割をね。オフ会はやっていいと思う、俺は。ちょっと待って、配信論やろう、配信論。ちょっと水取ってくるわ。俺はリスナーさんと交流する場所っていうのはイベントと配信だと思ってるの。イベントと配信で、なんでそれをやらないとダメになるかっていうと、リスナーさんはやっぱりファンだから会いたいわけじゃん。会ってどんな人なのか会いたいっていう気持ちは俺はいいと思うの。ただそっから友達になっちゃダメだって言ってんの。ある程度の距離感を引かないと。もうざっくりした話なんだけど、ざっくりした話なんだけど、もう変な話だよ。配信者ってリスナーさんからお金いただいて仕事なわけだよ。プロとしてやらないとダメなの、お金もらってる以上。もうアマチュアだったら別に友達作ろうがオフパコしようが別に関係ないよ。カソナマヌシだったら。でもさ、その配信で食ってきたいっていうことはさ、リスナーさんから食べさせてもらってるわけじゃん。で、やっぱりさ、そう、好意を持ってもらうことはいいことだとしても、なんだろう、他の人とさ、やっぱり恋愛感情になったとかトラブルになったってなったら、嫌でしょ？自分が応援してる人。だからその辺はやっぱり意識していかないとダメだと思うよ。だからオフ会は何のためにやるのかっつったら、ファンとの交流だよね。ファンとの交流。俺はそういうふうに思うよ。ファンと交流して、より応援したくなるようにっていう。あと、ありがとうございますって。これからも頑張りますっていうのを生で挨拶する場所であってさ。で、なんだろう、友達を作りたいんだったらさ、いや、アイドルっていうわけじゃない。アイドルっていうわけじゃない。そういうことを言ってるわけじゃないよ。俺らアイドルではないから。ただやっぱりそのリスナーさん同士が仲良くなることと、リスナーと配信者が仲良くなって、その良くなった試しを見たことがないんだよね。あ、いらっしゃい、シグさん、よろしくお願いします。初見さん、距離感ね。だってさ、配信者からしたら初めましての人なんだよ、会う人って。で、向こうからしたら3年来応援してる人じゃん。ギャップが絶対出るもん、気持ちの。はじめまして、モッチーさん。絶対にギャップは出るから。で、会ったことある人に、俺はそこの調整ってできるよ。だから3年間付き合いがある風、嘘だよね。会ったことある人に、リスナーさんは、うわ、和道だって言ってさ、いっぱい話したいことがあった時に、俺は初めましてだけど、そう、何年も見てくれてる友達のように振る舞うっていう。だけど嘘なんだよ、それって。嘘。でもリスナーさんの夢は壊したくないわけじゃん、やっぱり。だから気持ちに絶対ギャップはできちゃうから。
そこは距離感は絶対大事だと思うよ。配信者と配信者が配信を回すんだったらいいと思うけどね。俺は配信者同士のなんかプライベートな付き合いも良くないと思う。うん、俺はね、いや、分かる人もいるよ、もちろん。例えば、深見さんとか古いわけじゃん。俺のこと見てくれて。コメントの数は昔の方が多かったけど。だけど、深見さんは俺のことめちゃくちゃ知ってると思うんだよ。あの時、ああだったね、こうだったね、とか。だけどさ、そこってさ、やっぱりさ、深見さんがどういう人なのかっていうのは知りようがないから、絶対ずれていくの。その時に何て言われるかって言ったら、冷たいってるのよ。要は損しかないのよ。だからある程度その人数が集まってるイベントとかで声かけてもらったら対応するとかさ、だから1時間とか2時間話すっていう感じじゃなくて5分とか10分で会えてよかったっていうぐらいがいいんだよ絶対。それはリスナーさんも会えてよかったしいい人だったってなるんだから。写真撮ってもらえたとかさ、うん。でなんでかっていうとファン心理としてさ、例えばじゃあ海宝、まあ誰かのファンじゃん、ミュージシャンのファンじゃん。でミュージシャンも人間だからやっぱりさ、その舞台に上がってるミュージシャンと素のミュージシャンは違うわけよ、でしょ。でその素じゃないところを見たらさ、やっぱ文句言いたくなるでしょ。あの少しがっかりする部分あるじゃん。だそういうのネットで全部ツイッターとかで書かれちゃうんだよ。で結局プロ意識足りないってことはそういうことだと思うよ俺は。ああだこうだ言われるわけじゃん、本当はこうだって言いたくなるのがファン心理だもん。でしょ？あの人プライベートではこうだよって言いたいのがファンだもん。だからそれやって困るのは自分だから、そうさせないのも配信者としてのリスナーさんに対する愛情だよ。愛情大切に扱わないと。それは距離を置けとか見下せとかそういうことではなくて、やっぱりその配信を楽しんでもらってなんぼだから、配信を、うん、俺はそう思うよ。もちろんリスナーさんの気持ちで会いたいっていうのは重々承知で分かってる。でもね、それだったらオフ会とかイベントとかに来てもらった方が絶対にいい関係築ける、うん、絶対にいい関係築ける。だから俺は解放にいつも言ってんの。配信外で電話かけてくると怒るでしょ、俺。配信中に電話かけて解放に怒ったこと一回もないはずなの。でも配信外で電話かけてきてくだらない用事だったらブチ切れるでしょ。さつきちゃんはどつアイテムありがとう。何回怒られたよ、解放は。昔。配信やる前のリスナーの頃も怒られたでしょ。怒鳴られたこと何回もあるでしょ。それはそういうことなの。要は配信外で話すような話は俺は聞きたくないと。配信外で話してっていうことっていうのはネタにするなって言ってんのと一緒の。でしょ？配信では話さないでねって、配信で話せないようなことを俺に電話してくんじゃねえって話よ。うん、いいんじゃない、そういうの合同リアトツとか。それはいいと思うよ。だけどそこで一緒になんかズル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 リスナーさん、居座るリスナーさんがいたら、俺だったら注意して帰ってもらうように促すけどね。っていうか帰れ空気を出す、絶対帰るから。5分10分で絶対帰る。そこでたまにいるのよ、ずっと隣で座ってたりとか。これはね、あの長い人ほどみんな言うと思う。あのね、最近の人がわからないの。だからオフパコになっちゃったりとか、妊娠したとか、そういう要は深い関係になっちゃうのよ。でもさ、それってトラブルよ、トラブル。リスナーさんじゃないもん、それって。恋人になっちゃったり友達になっちゃったらリスナーさんとして見れないよ。リスナーさんの方が配信者として見れないで、配信者じゃないってことはもうつながりが壊れてるんだよ。でしょ、うん、だからリスナーさんもそこは意識してあげて、もし会いたいっていう気持ちはわかる。だけどイベントやってよとかオフ会定期的にやってよっていう方が配信者は伸びる。で、俺が言ってる配信者の定義っていうのはあくまでこれで飯を食うかどうかだから、
別にかそっててもいい、趣味でやってる、プロじゃないっていうんで、趣味でやってる、出会い中だって言って割り切ってやってる人には俺は別に好きにやれって感じ。俺は好きにやればって感じだね。それはで、それがそもそも配信者だと思ってないから、ただ恋人作りに来てる、友達作りに来てるっていう人はまあいいんじゃんっていう、やればっていう、そんな感覚かな俺は。まあちょっと説教臭いけどね、解放が可愛いのよ。俺は今回のその解放の失恋っていうのはそこ絶対つながってるって思ってるからさ、それを指摘しているリスナーさんが多分少ないと思うのね。解放かわいそう、傷ついたねってすごい優しいリス、俺が見た時はそういうリスナーさんだったから、いいリスナーさんだから裏切らないようにね、応援してもらいたいなと思ってるんだけど、ああのりさんありがとうございます。はい、出場決めました、ありがとうございますね。だけどそもそも論を言うと、リスナーさんの気持ちは俺はありがたいと思ってる。解放に対しての、ああいうリスナーさん素晴らしいから、ああいうリスナーさんにずっと応援される配信者になってもらいたいんだけれども、だけどそもそもなんだけど、配信者と配信者が裏で連絡取り合ってて出会ってるんだから、うまくいくわけないっていうのが俺の考えだよってことね。そう、恋愛には口出さんよ、恋愛には口出さん。ただ配信者としてそんな配信でやってるんだったら最後までネタにしろよっていう、うん、裏でこそこそ付き合っててお互いファンがいるから恋人がいるのバレたくない、そんな都合のいい話ねえよ、ふざけんじゃねえよな、体張れよ配信者だったら。ステゴロ3はね、まあ正式には決まってないんですよ。まだサインは書いてないけど、ほぼ内定ですね。多分僕が刑事事件とか起こさない限りは、弁助さんも出てほしいって弁助さんからオファーあったし、で出るって決まったんで、多分正式に決まってて、正式にの前段階ですね。口頭でも契約してる状態で、であとはサイン一筆書くんですね、いつもの流れだと。だからほぼ内定って感じですね。で、みやびさんとやるっていうのは具体的には言われてないです。まだ具体的には言われてない。多分12月に発表があると思います。で、ただ、もう便所さんがもう言ってるらしくて、そもそも和道とみやびさんとやらせたいって言ってるらしいんですよ。僕とみやびさんが2回負けてるんで、で最弱決定戦っていうのをやりたいっていう、で俺はまあイベントとしてはまあそうなるだろうなっていうふうに思ってるんで、多分まあほぼ内定ですよ。3回出てるのはね、のりさんね、みやびさんと3枚目ひかるくんと僕です。はい、だからで2連敗してるのは僕とみやびさんなんで、最後の捨て頃にどっちが一番弱いのかを決めようっていうそんな感じだね。まあでも俺最近の解放を見てて偉いと思ったところは、弱ってる時に配信つけたのは俺はちょっと感動した。泣いてるところとかさ、惨めなところ見られたくないって思う時にリスナーさんを頼ったわけでしょ、聞いてって。リスナーさんそこが嬉しかったと思うよ。かっこ悪いし惨めなところだけど、死にたいって本当に思った時にリスナーさんに相談したっていうのは俺は配信者だなと思った。だから言ったの、解放が泣いてるぞ、大変なことになって炎上してるぞって言った時に、あ、解放は初めて配信者になったなって。だからその気持ちを忘れないで全部さらけ出す、人生全部ネタだっていう精神でやってほしいかな。俺はあれは偉いと思った。もう全部隠し事なくしで本音でいい人にならなくていい、惨めでいい、弱くていい、ボロボロでいい、
全部リスナーさんに見てもらって、全部ネタにされていいの。悪く言われてもしょうがない。全部見せる。で、好きな人を応援してもらう。体作りはね、体重落とさないとね、ちょっとね。リスナーさんと配信者と恋愛になりたいからバレないようにしないとね。ダメ。バレないようにしようっていうのが裏切り。リスナーに対する裏切り。だったら堂々と付き合えよ。だったら。だって恋愛感情を持ってる人からしたらふざけんなって話になるでしょ。俺はだからあえてノリコと付き合ってるのを公表してんの。俺は恋愛でお金騙し取らないよ、リスナーさんからって。普通に配信者として応援してもらいたい。そう。彼女はいるけれども、ね。恋愛はできないけれども、喋りとかネタとか、今後やってる活動に対して応援してよっていう。だから、俺は彼女いるよって普通に言ってる。ニコラスさん、勝つ自信は、まだ、まだまだ、出るっていうのを腹くくった段階なんで、正直言うとまだ何にも考えてないですね。アイテムありがとう。延長代にします。笑い男いつもありがとう。勝ち負けより出るだけでもすごいから。ああ、ありがとう。いや、そう言っていただけると嬉しいですね、ノリさん。ありがとうございます。いやいやいや、私のために配信切ってくれたんだもんねっていうよりも、いや、そういうことじゃなくて、なんか、俺が見たいと思ったの。珍しいよ。俺が解放の枠見たいと思ったから。だから、みんなで一緒に見ようって言ったの。だから見てたの。俺が見たいっていう、配信見たいって思うのはほとんどないよ。だから一回俺も枠切って解放見るのに集中しようって思ったの。あ、痩せるのは簡単。食べない。すっごい簡単。食べなきゃいいんだよ。食べるから太るんだもん。これ以上のダイエットないよ。だからよく言うじゃん。炭水化物がどうとか、なんかレコーディングダイエット記録をしろとか。もう簡単簡単、俺は。食べなきゃいいんだよ。絶対痩せるから。10日間何も食べなきゃいいんだよ。全員痩せるよ。そう。で、食べたかったら運動すりゃいいんだよ。俺全然平気。俺全然平気。そうそうそう。だから別になんか、配信切ったことに関しては何でもないよ。別に俺が見たかっただけよ。だけど、ちょっとネタが長いなと思って、ネタが長いっつうか、コメント拾い下手だなと思って30分ぐらいで切っちゃったけどね。お前の放送見てたけど。なんか、ダメなんだよ。配信下手なやつを見るとイライラすんだよ。だから見れたもんじゃなかったね、正直。ここでこうやれよとか、引っ張りすぎだよとか、ここでバツって切れよとか、いろいろもう口出したくなっちゃって。それこそ電話して LINE で指示出して、こうやってやるんだよ、こうやってやるんだよって言いたくなっちゃったから、もう引こうと思って、見るのやめた。プロテインとかはね、いらないって、カズさんにも言われた。本当のプロとかだと、もう、ハードなトレーニングやって、本当に体作るときは、プロテインとか本当は必要なの。でもね、素人レベルだったら、ちゃんと練習して、ちゃんと美味しいご飯食べてたら、普通に体はできるって言われた。ドレさんも全く同じこと言ってた。プロ目指したりとか、セミプロみたいな大会出るとかだったら、何年もかけてプロテインとか、それこそ睡眠時間まで計算したり、運動量計算したりするけど、アマチュアだったらもうひたすらサンドバッグ叩いたら走った方がよっぽど強くなるよって。だから、アマチュアの試合だ、捨て頃クラスの試合だったら、そこまでやる必要ないって。一生懸命練習したらいいよって。ねえ、長い配信だったからね。でも、そうだ、解放、お前、感謝しろよ。今、LINE 送ってやるよ。400人キャプってあるから、ツイート、タイミング逃しちゃったな。解放に送ってあげようと思って、ロムってたんだけど、キャプチャーはしてあるから、今送ってあげる。ほら、おすすめ。よっさんのとこに、おすすめ、こんなとこにいたことないだろ。あと、閲覧、ほら、400人のところ。このところ、キャプってあるから、今送るよ。まあね、自分の汚点だから、晒したくはないだろうけど、一応記録は持っておきな。今、LINE で送るから、2つキャプっておいたから、閲覧400人、自分で撮ったの初めてだろ。ちょっと待ってな。送信。わ、送るの忘れてたわ。キャプってたんだよ。自分じゃキャプれないからね。これはリスナーがやんないとね。
今送っといたから。そうだよ、うん、コメントで口出したくなると他の放送見ないように。あのね、指示を出されるのが一番嫌う俺は。あのね、要はね、リスナーにね、リスナーで言う人いるんだよ。こうしろ、ああしろ、こうすれば伸びる、ああすれば伸びる。あのね、そんな甘い世界じゃないから。で、もしリスナーがそのプロデューサーになってね、その通りにやったら伸びるって言うんだったら、そいつが売れてるはずだもん。そう思わない？よっさんとか金梅さんとかさ、みどりさんとか、そのクラスだよ。野田総理とか石川紀之とか、そういう人が和道こうした方がいいよって。俺桃奈さんにもアドバイスもらったんだけど、こうした方がいいよって。すっごい的確なの。あのもうレベルが違うのよ。こういう風にトークするんだよとかの考えてるレベルが。でね、リスナーのレベルのこうすれば伸びるっていうのは、こうして欲しいっていうだけで絶対にうまくいかない。ラジコンにしたいだけなの。もうイラッとする、はっきり言って。リスナーさんにこうして、ああしてって、いや向いてないわっていうリスナー、ダメ。あの全く的外れ。そう、どかそのおっさんだったりすんの。そう、要は過疎配信者なんだよ、そういうのって。で、全く的外れなんだよ。あのね、もうそういうね、指示中は無視するのが一番いい。そう、コークやっぱ長いもんね。ニコ生から見てるから分かってるよね。まあまるで面白くないんだよ。でもその言いたいわけじゃん。だからあれだよ、野球見ながらさ、居酒屋で野球飲んでて、こうやって打つんだよ、こうやって打つんだよって言ってるおじさんいるじゃん。あれと一緒。いやお前、じゃあプロ野球行けよっていうあれ、本当にそのレベル。マジで全然そのレベル。酒飲みながら管巻いてるレベルだよ。おい、この監督の采配良くねえなーって言ってんのと一緒。じゃあお前監督できんのかっていう。お前選手になれんのかって。できない。ああいうのはもうスルーするしかない。そう、うんちくたれる親父レベルの。あれはもう、あの、客層悪くなるから、正直俺はブロックしても構わないと思うけど、まあまあ、そういう親父もね、まあまあまあ、まあまあまあ、しょうがないよねっていう。まあわかね、コークとかニンニとかわかるじゃん。もう長く見てたら、あ、またこういう変なの来たなっていう。もうほっとくのが一番いいんだよね。うん。じゃあなんでそいつが配信で売れないのかだよね。でもね、あとあのね気をつけないといけないのがロム線っていう存在の。あのね、配信、これもうほぼ解放に語ってるけど解放をきっかけだから、解放いい機会だから、よく耳の穴かっぽじってメモ取りながら聞いてほしいぐらいだけど、6年間のエッセンスだから。あのまあ、過疎配信者で上行きたい人とかもう、あの、聞いて全然役に立つと思うけどね、普通に聞いてるリスナーさんごめんね、全然面白くないと思うんだけど、あのロム線があのメインだから、ここをだ、あの、意識しないとダメ。コメント書かない向こう側にいて静かに見てくれる人が何を求めてるのか。あのね、あ、まあ閲覧100あってコメント書いてくれる人、まあ5人ぐらいでしょ。20分の1なんだよ。20、あ、まあ言われてる時の花はその通り、本当にその通り。むしろ言われなくなったら終わり。それはもう俺が典型例でしょ。だから定期的に戒めで狐枠は絶対やるじゃん。ピンチの時ほど俺、あの、狐枠やるからね。これは癖なの。あのニコ生のイズムが抜けるとまずいっていうの分かってるから追い込むの。アイテムが上がってないとか、閲覧が取れないとか、コメントが走らないっていうピンチの時ほど逆張りでやるの。余計辛い状況にして、あの、初心を忘れないようにするっていう。あのね、何の話してたっけ。いや、絶対大事なの。そこでぬるま湯に使っていくと、あの、絶対ダメになるんだよ。絶対ダメになるので、自分を客観視ってできないんだよ、配信者って。
他人はできるの。俺は解放のことよく見える。解放が今何で悩んでるか、何で乗ってるのか、誰が仲間だから。俺は正直言うと、ヒドンナと中西マンは一回俺は、もし会うことがあったら本気で俺言おうと思ってんの。これは解放にすら言ったことないよ。中西マンとヒドンナが解放を常に助けてくれてんの。ヒドンナは大先輩、中西マンは同期として、この二人っていうのは解放にとってすごく重要なのよ。だから俺はヒドンナさん会ったことないけれども、一回しか会ったら解放のことありがとうって言おうと思ってる。本当にありがとうって。で、中西マンにも会ったことないけれども、彼には解放のこと本当にありがとうって、そういう気持ちはある。なかなかできることじゃないと思うよ。二人に支えられてる。だから解放は配信で閲覧取って二人に恩返ししないといけないよね。まあひどんなには閲覧勝てないかもしれないけど、企画呼ばれた時は絶対飛んでいこうとか、仕事だろうがなんだろうが、もうひどんなさんに呼ばれたら私は飛んでいきますよぐらいじゃないと、俺は解放ダメだと思うよ。この人に呼ばれたら行くっていう。アグリンやりまんだからな。だからそこもうひどんなさんとかね、中西マンとかにはね、まあ俺は絡みないから分かんないけど、でも彼女がその作ってる仲間なわけでしょ。俺はそこはあるよ、本当に感謝が。俺は全然放任主義だから、本人から聞かれない限り絶対答えないから、本当に悩んだ時しか動かない、やりまんじゃないんだあ、そうなの。オフパコのアグリンって言われてんじゃないの。あ、そうなの。それは失礼しました。ギフト届いた。ギフト券はだから届いてる。そこに飾ってあるよ。まだ開封してないんだ。今開ける？ギフト券届いてる。ありがとね、ニンニ。何の話しようかね。あとなんか聞きたいことあったら全然話すよ。キツネ枠じゃないから、荒れてないから、まあこういうテーマでちょっと語ってほしいみたいなのがあったら。いや、ニンニのギフト券、昨日の人はまあ届いて、一個も届いてない、何にも。なんかこのテーマで語ってよみたいなのあったら全然話すよ。なんかリクエストがあれば。キツネの時にこういう話してよってね、言われるんだけど、そういう時に現れないんだよね。こういう話が好きとか言わないんだよ。嫌よで書けばいいのにね、コメントあれだったら。リクエスト、こういう話題でこれどう思うとかさ。でもまあ、解放が閲覧3桁自力で行ったっていうのは、俺はちょっと記念すべき日だよね。解放にとっては不幸があったことかもしれないけど。ねえ。いや、そこなんだよな、結局。配信で売れるって不幸から来るんだよね。だってさ、考えてみなよ。普通の人間なんだよ。違いかもしれないけど。そんな面白いことが毎日ポンポン起こるわけないんだもん。だから不幸が来た時に、あ、ネタができたって喜べるようなやつじゃないと配信向いてないよ。歌の練習してないね。カラオケ行きたいね。歌うまが今月末だから、ちょっと練習しないとね、歌のね。喉開いておかないと。ちょっとね、高音域が出なくなってるんだよね。音域が狭くなってる。まあ、大丈夫よ。あのね、一番大事なのは、風邪ひいてると高音出ないね。あのね、それよりもね、ボイストレーナーとか、
ほら PA やってたの、ライブハウスの音響やってたことがあるから、ボイストレーナーとお話したことあるんだけど、まずね、物を食わないこと。歌を歌うときは腹式で腹でコントロールしてやるから、絶対物を食べないっていうことと、まあ、あと喉の使い方だよね。カラオケにみんな慣れてるから、声小さくても通るって思ってるけど、生バンドそうじゃないのよ。歌うま選手権の第1回とか見たらわかるけど、声小さいでしょ。みんな聞こえない聞こえない、音でかいって言ってるけど、あれは、あれで正しいの。プロ歌手が本当に声でかいの。声量が。要はマイクの使い方とか、もうカラオケとはレベルが違うの。要はね、カラオケの音響って、中音って言うんだけど、精密に言うと、外音用に作られてないの。だから、声小さく、要は、フォークギターやってる人とか、普段舞台で歌ってる人じゃないと通用しないの。だから、ワンに出た時、俺だけ声でかいって、ちゃんと声のボリューム整ってるって言われた、コメント欄で言われてたって。歌が上手いかどうかは別としてね。ツナさん、KP ありがとう。いらっしゃい。だ、声がでかすぎるぐらい。どれくらいだろう。びっくりするよ。プロの生で聞くと。声のでかさに。あと、プロと、アマチュアの違いね。絶対になんだけど、歌うま選手権見てて、ここで歌うから。この距離で。この距離で歌うの。でも、歌うまい人、この距離で歌うから。プロ歌手は絶対この距離で歌う。でしょ？なんでかっていうと、その顔が見えるようにとか、音の抜けとかあるんだけど、マイクの位置が違うのよ。この距離ってどれだけすごいかっていうと、ドラムの音がガンガン入るの。ギターとかベース。それを上回る音なのよ。もちろんテクニックでこういう歌い方あるんだよ。だけど、これをやるときとか、デスボイスとか、シャウト系のガーって入れるときにここまで近づけんの。それ以外普通、ここが定位置だから。で、歌うまうときみんなここになるから。声が小さいから。カラオケ慣れしてるから。もうね、和田アキ子なんかここまで話すからね。で、あと、プロ歌手の違うところ、マイクコントロールだよね。こういう使い方する。声質を変えたり音量変えたときにマイク弾くんだよね。ありがとう、プシから。いつもありがとう。風船ありがとう。クモもありがとう。音の抜けの問題なの。だから、カラオケで歌がうまいっていうのと、本当に歌がうまいのは全く別次元。全く別次元。メガホンありがとうね、クモも。延長代ありがとう、ニンニ。一番いいのはね、カラオケ上手くなるのは、カラオケでボイストレーニングやるときには、エコーを全切り。これが一番上手くなる。エコーを切って歌うの。これは、ボーカルのトレーニングでもよくやる。エコーを切ることと、リバーブ切ることと、あと、ボリューム少し下げ目。絶対割れない音。それだったらカラオケでも全然通用する。それで歌がうまかったら本当にうまい。大体リバーブに頼ってんだよね。エコーに頼ってんの。メガホンありがとう、ヤスオさん。匿名に気を使いすぎって何？どういうこと？匿名に気を使いすぎとは何でしょう。よく観察してる。あ、じゃあ音響やってたんですよ、僕。PA やってたの。だから、ライブハウスの経営してる時、PA がメインだったから、歌うまいな、歌下手だなって。どういうトレーニングしてるって聞いたら、下手なやつほどカラオケで歌って練習してますっていう。下手なの。もう音が取れないの。で、歌うまいねっていうやつ、どこで練習してるって言ったら、海で歌ってるとか、川とか、
要は抜けが悪いところで大声で腹から出してますって。要はトンネルとかはダメなの、練習は。海とか川とか山と、山はまああれだけど、音が反響しないところ、ぶつからないところでバーって腹から出すってすごい難しいのよ。カラオケでうまそうに聞こえるのはリバーブ、うん、そうリバーブだから、あの多分歌うま選手権3見てもらえればわかるんだけど、もう多分生演奏やるでしょ。またドラムとベースとかギターが入るの、生演奏が入ったらもう音が潰れるから、でマイクの位置こうなるから、でリスナーさんが聞こえない聞こえない聞こえないって、空っていうかね、その要はお風呂で歌うと気持ちいいのっていうのは、お風呂が密閉されてる空間だからの、小さい部屋の中で、しかもその防水加工してるから音が跳ね返るから、だから反射の音、要はあーって言ってるのが跳ね返って混ざった音を聞いてるわけだから心地いいの、トンネルとかで歌うと。それリバーブって言うんだけど、天然のリバーブ作用があるのね。でリバーブがないっていう状態が普通の音だから、だからリバーブをカットした生音で、リバーブの悪いところっていうと、あっていうとあーってこうなるでしょ、こうあああって、これがリバーブなのね。これで歌ったら気持ちいいのよ。だけれども本当の歌手っていうのはリバーブうっすらかけてんの、あんまり強くかけないのよ。リバーブ深くすれば深くするほど音の輪郭がなくなるから。だから何をやるのかっていうと、生音で最後まで、あのね、なんだろう、なんか曲あるかな、例えばさ、うん、ちょっと待ってね、テストなんだけど、生まれたところや皮膚や目の色でっていうのをカットするよ。生まれたところや皮膚や目の色でって全く同じ歌い方をするのよ。だけどリバーブかけた方が聞きやすいじゃん。だけどこれを生でやるときに音の尺を長くする癖がつくの。生まれたところや皮膚や目の色でっての伸ばす癖がつくのね。そうするとその強弱のうまさであったりとか、ごまかしが効かなくなるから、だからその リバーブをかけた時にさらに強調されるのね。だからカラオケでは基本的に音をカットしても上手い人は抜群に上手い、そういうこと。ありがとう。のろくまさん、ありがとう。いいね。一回ね、だからね、自分が歌うまいか下手かっていうのを試すとき、カラオケ屋さんに行って、普通に歌ってるときに、一曲だけリバーブ切ればいいんだよ。エコーボタンをギュッてゼロにするの。それでも、あ、私上手だなって思ったら、絶対周りもうまいっていうはず。それで、あれって、これ、聞けないなって思ったら下手なんだよ。エコー切って歌ってみるといい。プロはエコー切っても歌うまいから。うん、エコーは甘えっていうよりもプロじゃ通用しない。なんでかっていうと、東京これ音の構造の問題な、いや甘えだよ、本当に甘えだよ。こんな深いリバーブ使ったら笑われるぐらい、超バラードでもこんなリバーブ使わない、うっすらしかかけてないから。ほんとだからバラードでも、バラードが一番難しいの、すっごい難しいよ。エコー甘えだよ、ほんとに。なんでそれをやらないといけないのかっていうと、東京ドームで歌うのと武道館で歌うのとライブハウスで歌うのって反響音が違うのよ反響音が違うの。だから帰ってくる音の違いに合わせられるのかとか、そういう訓練になるのよ。だから東京ドームで天然のリバーブかかってんのに、リバーブ深くしてくださいってさ、もうぐっちゃぐちゃになるからね。で中で聞いてる音と客が聞いてる音って別の音だから、うん、カラオケね、
バラードで16とか15ぐらいダムで、17、18で結構きつめにかけてるっていう、うん。だからあの標準っていうのは素人の人、要はダムとかジョイサウンドが作った素人の人がこれくらいの声量で歌っても問題ないよね、あの気持ちよく歌えるよねっていう設定、あれはカラオケの設定っていうので、あれはあくまで中音って呼ばれてる、その演者が聞く音、外に向けてる音とはまた別の作り方をしてるから、音は深いよやっぱり。一番ねいいのは、一番いいのはね、俺が音作り PA やってた時に教わった簡単なのは、あのっていう下打ちの音あるでしょ、これがかすかに音楽に聞こえるか聞こえてないかの設定が中音が正しい音、聞き取りづらいでしょ。まあこれでも大丈夫だけど、音楽だったらこうねってやった音がどれくらい聞こえるのかっていう、なんでかっていうと下打ちの音っていうのって結構小さい音なのよっていう、要はこれくらい小声で歌ってもその部分が聞こえますよっていう音なの。そうだから、あの音楽が爆音で流れ、カラオケの設定するときに爆音で流れててっていうのがかすかに聞こえるか聞こえないか、マックスの音量のところで聞こえるか聞こえないかが適音だけど、それってマイク強めなの、マイクの音拾うのが強めだから、だからその距離がこの辺になるの、だからこの辺で歌ってってやったら聞こえないの、この辺でこの辺の設定ってやって響くぐらいにすると、この辺が歌う時には適切な音になる。あとは、その、まあ、中音で作るとき、ハウリングを起こさないように、スピーカーでこう、マイクチェックっていうのがあるんだけど、マイクによって音の性能って違うのね。その時にイコライザーっていうのを使って、フラットな音をどう作るのかっていうのをやるの。だから、持ってる機材、スピーカーに、と場所によって音の響きって違うから、必ずイコライザーで、まずマイクを適正にするの。その、中のイコライザーで適正な音を作った上で、今度もう一個イコライザーをかますの。ボーカルマイクにイコライザーを刺すの。それでその人が求めてる音質に合った音を強調してあげる。あ、音はすごい難しい、奥深いよ。はい、いっちゃうよっていらっしゃい。いいね、ありがとう。でもね、俺ね、うなちゃんマンがね、あの人うまいなって思ったのが、あの KP の時プシュって音やってたじゃん、カンプシュッ KP ってやるじゃん、あの下りができなくなった時にコップにお酒を入れて飲むようになった時に、あれどうやって KP 音楽音の交換をやるんだろうと思った、カラ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 ンってやるんだよね、ここでカランカランカランってやった、あんたたち行くわよ KP って、あれはうまいなこの人って、演出、音の演出っていうか、そこはやっぱりね、うなちゃんマンはねラジオっぽいっていうか、あそこがねやっぱりね他の配信者とレベルが違うっていうか、あの考えてるなっていう、やっぱりそういうところは見逃せないよね、スキルとして。あのラジオで聞いてる人にもこれから飲むんだよっていうのを伝える合図っていうか、 SE 効果だよね、効果音として使ってるっていうのはすごく勉強になったね。息っていうかテクニックだね。カラオケン開けられなく、何うん、あれはねうまいね、テクニカルだねすごく。本当のこと言うと、あの今俺が環境を変えたいのは、このピンマイクって音の拾い悪くないじゃん、あの音いいって思う、他の配信者より俺のあの放送って音いいはずなんだよ。ただ本当の本当のこと言うと、あのダイナミックマイクって言うんだけど、ここでやると音すごく良くなるでしょ、輪郭がすごく出るでしょ、全然違うでしょ、わかる、あテーステーステース、あいうえお、テストです、テストです、
あ、テーステーステース、全然変わるでしょ。立体感が出るでしょ。これくらい音響って難しいの。だから本当はここにブレスガードっていうのをつけて、ポップガードっていうこう丸いガードがあるでしょ。あれで、あれがつけると、これがなくなるの。バフバフって音が、鼻息とか全部カットしてくれるのね。そうで、コンデンサーマイクになるともっといいんだけど、ラジオはコンデンサーだから、そう、これくらい音って変わるの。だから俺は楽だからここにピンマイクつけて、これくらいの音で妥協してるんだけど、楽だから。本当はマイクスタンドをこっから立てて、こうやってやったらめちゃくちゃいい音になる。うん、めちゃくちゃいい音になる。穴っていうかさ、こういうやつ見たことない？ボーカルとかこうマイクがこう立ってて、ここにさ丸いさ、こうメッシュみたいなのついてるでしょ。あれは息を吹きかけた時に息の方向が下に行くの。要は風の音だけ下に下がるの。そうだから、バフバフ言わないの。こういくらフッフッっていう、このブレスの音って入っちゃうじゃん。あーフッフッって、これ入ったらもうアウトだから、ここにガードをつけるのね。あって、そうするとフッって入っちゃったとしても息が抜けるから、マイクの音にはなる。ポップブロッカーとか、あれをつけて、ダイナミックマイク、要は音をこうやって拾ってて、マイクの向きはこうなのね。マイクの向きはこうだけど、俺がこっちに向かって喋ってるから、音がこういう状態なの。あー、そう、あマイクはもうこの向きね。要はこっち側に向ける、この向きね。だたまにこう歌う人とかいるでしょ。 こうやって歌う人いるでしょ。間違い、ビジュアル系でやるのがこうやって歌う人。もうここだから、確実にここ、うんうん、そのためもう完全に。だからラジオとか、レコーディングの時は絶対つける、ラジオレコーディング。ただね、バンドはつけないね。なんでかっていうと、マイクこうカラカラ取ってもらったらわかるけど、マイクの上の部分って、あれがそもそも、ポップブロッカー、ポップガードなのよ。だから簡単にはついてるの。ダイナミックマイクって言われてるのは。だから、ダイナミックマイクにポップガードをつけてる人を見ると、ちょっと音響のこと分かってなくて、ない人だなって。本当はコンデンサーマイクを立てた時にポップガード立てるのが通常の方法だから、ちょっとやりすぎっていうか。ダイナミックマイクはポップガードいらない、本来は。ポップガードがついてるから。そう、だからあれは多分見せたいっていうか、本当の機能が理解できてなくて、ラジオっぽくやりたいっていう演出だよね。松山千春のあの歌い方は本当は間違いだけど、なんだろう、本当は俺が PA だったら言いたいよね。マイクの使い方間違えてますよって。詳しいね、ありがとう。19歳の時こんなことばっかりやってたからね。難しいんだよ、難しいの。あれはね、ちょっと音響知ってる人からするとプッっていう感じだよね、誰とは言わないけど。あ、機材のこと分かってないでファッションで使ってるなっていう。まあコンデンサーマイク使ってるんだったら、歌も頑張ってね。いやいや、まあ頑張ります。頑張るイベントなのかどうかわかんないけど、俺はただ飯が食えるイベントだと思ってるからただ飯を食いに行く。うまい飯がただで食えるイベント。酒もただだから来る人結構いるみたいだよね。いっぱいいつも食べて、いっぱい飲んで、だいたいベロンベロンで歌ってるから
あれ、俺の中でのね、テルに誘われたら、高級料理が、ただ酒が飲めて、あの日は飲むんだよ、俺。だからね、珍しい絵が見えるよ、リヤドしたら。ガンガン飲んでるから、俺。1万円かな、イベント。リスナーさんも、いつだっけ？リスナーさんも参加できるよ、あれ。2時間食べ放題、飲み放題で1万円かな？で、銀座かな？ちょっと待ってね。テルチャンピン。ちょっと待ってね。いつだったっけ、日付。あれ？テルチャンピン。これか。チケットはね、ローソン？ローソンじゃないか。セブンイレブンで買えるって。チケットは。これか。歌うま。バンカラ銀座1万円。食べ放題、飲み放題。だからまあ、なんだろう。みんながカラオケやって、リスナーさんも100人ぐらい来るからね、この日。だから、来たい人全然買えばいいんだよ、これ。1万円高いけど。うちのリスナーの層でカラオケね、配信者のカラオケ聞くのに1万円払う層がいるとは思えないけど。全然飯もうまいよ、毎回。高級なところでやってるよ。誰でも来れる。セブンイレブンでチケットさえ買えば。まあ、ホストに行くぐらい、ホストに行くより安いよね。コンデンサーマイクとダイナミックマイクの違いがわからないでコンデンサーマイク買ったりする人。腹立つよね。そもそもなんだけど、配信でコンデンサーマイク買ってる人、大バカ野郎だから。もう言っていい？俺抑えてたんだけど言っていいっすか？配信でコンデンサーマイクを買ってる人、まず根本的に間違ってる。コンデンサーマイクの性能はいいの。間違いなくいいの。ものすごい扱いデリケートなんだよ。ぶっちゃけるよ。俺コンデンサーマイク使ったんだよって。配信の回線に乗らない音なの。つまり、ダイナミックマイクの1万2000円ぐらいが普通なんだけど、1万2000円のマイクと5万円のコンデンサーマイクがあります。2つあります。その2つのスペックは、配信で両方とも劣化した音なの。だからこれ2500円のマイクなのよ。要はクソみたいなマイクなの。でも、これで音いいってみんな思うでしょ。他のコンデンサーマイクで配信やってるやつよりも音綺麗に取れてるって思うじゃん。こうやって聞いたら。なんでかっていうと、まあ、本当はダイナミックマイク1万2000円のマイク買ったらもっと性能は良くなるんだけれども、そもそも回線のスピードの音の枠っていうのを削って配信に載せてるの。だから、コンデンサーマイクの性能っていうのは、みんなの耳に届かない。だから、買ってるやつバカ。買うんだったらダイナミックマイク。音は全然いいはずだよ、他の配信者よりは。だから、マイクを買うんだったら、オーディオインターフェースを買った方が絶対にいい。オーディオインターフェース。あと、やたら配信者、ミスケ、お疲れ、こんにちは。やたら骸骨マイクを使いたがるよね。骸骨マイクは別に悪いマイクじゃないからいいんだけど、あれちょっと割高なのね、骸骨マイクは。2万3000円ぐらいするのかな。シュアーっていうのが、シュアーの骸骨が定番なんだけど。まあ、とにかく音の良し悪しじゃないんだよ、彼らは。ファッションで使ってるんだよ。だヘッドホンとイヤホンの違いもわかんない男たちでしょ。まず音楽やってる人からすると、イヤホンで音楽聞くってかなりありえないことだから。だから2万3万のヘッドホンとか使っ、あ、イヤホン使ってるやつ、俺はバカだと思うもん。音いいんだよ、これ。ヘッドホンとか古いよ。音全然違うから。とか言って。いや、違うよって。正直言って、1万円のヘッドホンと、5万円のイヤホン。1万円のヘッドホンの方が音がいいです。これは構造上の問題なの。そうそうそう。
その通りその通り、近藤さん。要はね、耳が悪いんだよ、根本的に。要は下の音が出ないの、イヤホンは。だからあくまでイヤホンで最上級でも、だからプロでイヤホンで聞く人なんかいないよ、音響で。絶対にいない。PA でもテレビの人でも絶対ヘッドホンつけてるでしょ、音響って。テレビの収録の人もそうじゃん、絶対ヘッドホンでしょ。なんでかって言ったら、イヤホンでなんかまともな音聞けないから。いないよ、いないいない、絶対いないよ。にわかだよ、あのイヤホンであの音響チェックしてたら。絶対ありえないことだもん。だからコストパフォーマンスだよね、コストパフォーマンス。財布事情がきついけど考えとく。だからね、解放とか今辛い時期だよね。配信でね、お金稼げたら幅が広がっていくけど、解放もね、今生活苦しい中でね、その配信者としても売れていかないといけないから。いや俺はね、だから中西マンとかがアグリンとかと、ああいうなんつうの、なんかやったんだろ、何かを食べる企画とか。いやああいうのでいいと思うよ。挨拶に行くよりもやっぱ自分の企画に金使った方がいいと思う。俺もだから昔そんなんばっかやってたもんね。金ない中でどうやって企画やるのかとかすげえ考えてたから。今だからね、まあちょろいもんで、うちのリスナーはちょっと困ってるふりしたら花見投げてくれるからね、カメラとかやってるけどね、ちょっとね必要なんだよってしょぼーんってしてたら花火爆投げしてくれるから。もう今のうちのリスナーちょろちょろに甘いから金かかる企画できるけどね、金ない時はまあね、風船とか膨らましたりとかいろいろやってたよね。水風船買ってきたり安くても音楽聞くのはヘッドホンの方がいいかな。ヘッドホンはうーん、絶対に楽器屋さん、楽器屋さんっていうよりも、あのね、オーディオオタクが買うヘッドホンと、音響とか技術屋さんが買うヘッドホンってコーナーが違うんだよ。で、あの、ハイレゾとかなんとかとかっていうのって、まずパワーアンプとかが必要だから、まずね、電化製品で売ってる、あのコーナーのヘッドホンはまず買わない方がいい。たくみさんお疲れ、わだつ。だから、あ、そうだね、解放もうすぐだね。1万円から3万円ぐらいのヘッドホン、絶対1回、楽器屋さんで1万円から3万円ぐらいの定番って言われてるヘッドホンをつけたら、世界変わると思う。俺は、オーディオテクニカっていう、この DJ 用のやつなの、これって。DJ がつけるやつなのね。だから、ちょっと、音の輪郭が強いヘッドホンを使ってるの。でね、定番なのがソニーの、なんつったっけ、あのヘッドホン。もう、絶対音楽系の人は持ってるヘッドホンあんの。そのね、ヘッドホンは、はっきり言って面白くないんだよ。音は。フラットに聞こえるっていうヘッドホンなんだけど、これか。ちょっと待ってね。これがもう業者の人がもう絶対持ってるって言われてるヘッドホン。このソニーの1万5000円ぐらいか。これを持ってる人は業界の人だね。業界の人。このソニーのなデザインとかも業務用というかさ、ちょっと味気ないヘッドホンなんだけど、これは下の音とか上の音とか出るっていうわけじゃなくて、
まあ定番っていうかフラットな音がすごい聞こえるっていうやつかな。だからまあ俺も1個欲しいなと思ってんだよね。でもね、このヘッドホンの前の方持ってたんだけど、だいぶ近くはなってきてるかな。このヘッドホンも。まあ、あと、まあまあ、3万、1万2千、1万5千円から3万円の幅のヘッドホン聞いたら世界変わると思うよ。世界変わると思う。一回聞いてみた方がいい。楽器屋さんに置いてあるのはね、ヘッドホン構造上強いから、楽器屋さんのやつ聞いた方がいい。オーディオ系になるとまたもう5万とか10万とかのヘッドホンとか100万とかのヘッドホンとか出てくるの。あれはもう世界違う。あれはもうヘッドホンの性能が高すぎるっていう部分と、耳が本当に肥えてないといけないっていうのと、そもそもヘッドホンをつなぐ機材の方が充実してないとダメの。赤ゲー渋いね。俺はマイクはアーカーゲー好きだね。アーカーゲーとかお前渋いな。お前でもさ、なんか、ツーブル癖あるじゃん。iPhone の音楽っていうのを、まあ iPhone の音楽っていう言い方もそうなんだけど、例えばみんなが iTunes に音楽をダウンロードするときに、亀仙人で、ね、設定で、音がいいやつと悪いやつ、で、デフォルトは悪いやつでダウンロードしてるって知らないでしょ？だから YouTube の音楽とか典型的なんだけど、 YouTube の音楽ってひどいのよ。音が崩れてんの。CD で聞くよ。やっぱり。知らないでしょ？だから CD に iPhone とか iPod に取り込むときに、要はデータがすごい重くなるの。だから、何万曲も入るように軽めの設定にしてんのよ。で、多分なんだけど、CD をそのまんまデータ移したら、今どれくらいなんだろうな。多分ね、アルバム10枚ぐらいしか入らないと思うよ。それくらいデータが重いのよ。そう。だからもうその聞き分けとか、YouTube の音楽で満足してる人とかは、別にもうイヤホンで聞いてろって話。そんなわかるわけないよっていう。まあ音楽好きなんだろうね。まあ重低音強い系だろうね。俺はオーディオテクニカだね、ヘッドホンはいつも。でもオーディオテクニカの良さがちょっとなくなってきてるかなっていう。バカみたいに重低音だったんだけど、最近ね、そっちに力入れてなくて、ソニーみたいにフラットにフラットに作ってるから、俺このヘッドホン聞いてびっくりしたもん。今こんな感じなんだと思って。データだから、まあ本当に音楽好きな人はレコード行くし、まあそれ以外だったら CD、 最低限 CD で聞く。で、それ以外ではまあね、まあまあデータをそのまま重く入れてれば別にその音で出るけど、延長します。もしよかったら延長代ください。お願いします。データはなるべくいい音で、その違いがわかるかどうかだよ。だいたいさ、その辺の女子高生なんかベースとギターの音もわかんねえんだから。ボーカルの歌詞がいいっつって、ボーカルかっこいいって言って終わりなんだから。どれがバスドラムで、どれがハイタム、ロータム、フロアタムかもわかんねえんだもん。ベースの音もわかんないでしょ。聞いてないんだよ。声だけ聞いてんだから、あんなの。そういうやつらは、もう話になんないから、お前らは、あれだ、100円均一のイヤホン、100円均一のイヤホンでもわかんねえって言うんだから、なんでもいいんだよ、あんなの。音が出りゃ。バカありがとう、三原さん。笑い男アイテムありがとう。ありがとう。アイテムたくさんありがとう。さっきのね、タイムラプス綺麗に撮れてたよ。玄関でさっき撮ったんだけど、ちょっと待ってね。デスクトップ、これか。結構綺麗に撮れてた。面白くない？玄関で撮ったんだけど。
あれ、ちょっと今劣化してる？なんだろう。今ちょっとザラッとした感じがした。あー、電柱が揺れてんだ。大丈夫だよな。やっぱ雲の動きって面白いよね。雲の動き。エッジングがわかんないな。エッジングってなんだろう。エッジングってなんですか？わかんないっすね。ヘッドホンとイヤホンのエッジング？雲いいよね。雲のタイムラプス綺麗だよね。なんか癒されるよね。はいはい、いってらっしゃい。音を鳴ら、いや、まあやった方がいい。スピーカーとかでやるやつか。あ、そこまでやった方が、いや、もうそこまで行くと、もう本当に職人でしょ。あれでしょ、バイク買った時の暖気運転みたいなやつでしょ。もうオカルトの世界だと思うよ、正直。まああるんだろうけど、要は膜を張ってる紙だから、要は音量をゆっくりやったりとか、ずっと流したり、まあ、やった方がいいとは思うよ。髪を伸ばすっていう作業で。いや、でもね、俺はもう、そこまで行くとオカルトだと思うんだよね。でさ、それってさ、膜が張ってる状態がいい音なのか、膜が伸びた状態がいい音なのかっていう、もう、趣味、嗜好の世界になってくるじゃん。で、お前の3万のヘッドホンでエッジングとか言ってたら、正直、ただ意識高いだけでしょってなるでしょ。もうなんか、いや、エッジングしたから音がいいよって、そんな聞き分けられると俺は思わないから、明らかにその音が割れたとかさ、膜が破けてるとか以外は俺は気にしない。ただ、気をつけてたのが、俺が所有してたスピーカーが28万円のスピーカーだったの。要はこんなでっかいやつね。どこのメーカーだった？ JBL か。JBL のスピーカー使ってたんだけど、エッジングっていうか、もうとにかくハウリングを起こさないように、ハウリングを起こさないようには気をつけてた。まあ家の機材でね、ハウリング起こるなんて絶対ありえないから、あれだけど、どうなんだろうね。いや、俺はやらないかな。そもそもそんなでかい音を聞かないから。スピーカーだったらまだわかるけど、業務用で使ってる。ヘッドホンで馴染ませるって聞いたことねえぞ。やってるのかな？もうそこまで行くともうなんか本気のガチ勢でしょ。俺はやらないね。音を鳴らす作業。もうそこまで行くとさ、水にありがとうって言うと幸せになるとかさ、そういう話でしょ。いや、ゴミの回収だね。ゴミの回収。まあでも、全く同じ性能のやつでも、やっぱり多少の差は出るとは思ってる。全く同じ作りしてる同じメーカーのものでも、例えば5年使ってるものと新品のものじゃ、音のマイルド差は、使ってる、要は、馴染んでくるかっていうのはわかるよ。3年、5年使ってたら。だけどね、音を鳴らすために、まあ、1ヶ月音量小さく聞きましたとかね、何時間鳴らしましたって言っても、いや、それは違うでしょって、経年劣化の問題なわけだから。っていう感じかな。実際ね、このヘッドホンがね、ザラ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 してきてはいるんだよね。ザラ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 してる。それよりもマイクの方がね、デリケートだよ、やっぱり。マイクはすぐダメになる。マイクの方がデリケートだな。
和道さんの声、デシベル心地がいい。実はね、音は結構設定強めに出してはいるんだよね。音声の出力どれくらい出してたかな？ 44.1kHz。だから、ちょい弱めだけどね、出力はね、音声、ビットレート128だから、ビットレートはちょっと強めに出してるかな。マジで？すげえな。すげえな。すごいなとしか言えない。でもほら、一人目のさ、中絶の時、俺に相談持ちかけてきたじゃん。その被害者の女の子が。一人目の時。で、言ってたのを思い出すのが、被害者をこれ以上増やしたくないっていう言葉を、一人目の女の子の被害者をこれ以上増やしたくない。あ、その子は中絶はしてないのか。仲出しされた女の子だ。そう、一番最初に、カズ軍曹がまだカズの頃に、絶対これ被害者増えるから、被害者を止めたいんだって言ってる女の子がいて、その言葉を思い出すかな、なんか 予言通りだなっていう。まあまあ、まあいいんじゃない？色男なんでしょ？モテるんでしょ？こんな人の恋愛に口出す、仲出しする女の子が悪い。まあわかんないよね。友達が音響の専門学校行ってソニーで働いた友達がいるんだけど、ヘッドホンは強弱でなじませた方がいいって言ってた。いやだからそれは今答えたじゃん。要は伸ばすってことでしょ。いやだけど、じゃあだよ、三原さんと笑い男がその違い聞き分けられるの？っていう話よ。言ってる意味わかる？だから原理的に言ったら伸びとかあると思うけど、そんなね、iPhone とかにつなげたりとか、そのレベルの音響状態で わかるか？いや、分かったふりしてるだけでしょ。笑い男、そういうとこあっかんな。ふわっちの場合でもサーバー側で変換しちゃうからあんまりよくしても意味がないんだよね。まあ。っていうよりも、まあ、放送でいい音を作るっていうのは限界があるよ、やっぱり。なんかツーブル癖があるからな。いるんだよ、結構。俺はあんまりわかんない。MP3？ 違う。もうその時点で言ってる意味わかってない。MP3 で聞いてるかどうかとヘッドホンの音の伸びがあるかどうかっていうのは全く機材上の別問題の話だから。MP3 で聞いてたからっていう返答でもうにわかだってわかるの。もう完全なにわか。つまり耳が悪い。もう今ので確定。もう原理上、その MP3 で聞いてたからっていうことじゃないから。だってそういう構造上の問題、そういうことじゃないもん。同じ音源でヘッドホンを鳴らして音質が変わるか変わらないかの話なんだもん。いや耳が、いやいるんだよ、こういうツーブルやつ。いるんだよ、本当に。腹立つんだよ、本当。全然分かってないで、いるんだよ、本当に。バンドマンとかでも。すいません、なんとかの音、ちょっと何番の音上げてくださいっつって、あ、分かったっつって、こうやっていじるふりすんの。めっちゃ良くなった。めっちゃ良くなったって。俺、つまみ触ってるふりして触ってないんだよ。もう、ほんと殺意湧くよ。PA やってたら。ほんとに。で、だいたいそういうやつ、ビジュアル系バンド。ほんとに殺意湧くの。あいつら。すいません。すいません。もっと、あそこの、もっとミッドの音ください。とか言ってた。こう、上がってるよ。上がってるよ。どう？これくらい？って言って。うわ、めっちゃいいっす。って何にもいじってないから、俺。と殺すぞって思うよ、本当に。ビジュアル系。だいたいビジュアル系だから。いや、マジだよ、これ。にわかビジュアル系。ビジュアルでも上手い人いるよ、もちろん。だけど、要は、下手なビジュアル系がそういうことやんの。いや、爆笑だよ。もう楽屋でずっと、もう爆笑だよ。スタッフで大笑いだよ。また来ました。またビジュアル系っすね、みたいな。
ちゃんとやってるビジュアル系とか、ちゃんと音作れるのは別ね。そうじゃなくて、そう、にわかでライブハウスで生きってる、要はホストみてえな、にわかビジュアル系は大体そんな感じなの。そう。本当のビジュアル系はちゃんと音、めちゃめちゃうまいよ。そんな甘くないから、にわかビジュアル系が厄介の。なんか、楽屋でずっとドライヤーかけてるやつら。ほんと嫌いだよ、俺。ムカつくよ、殺意わけよな、ほんと。すいません、ギターの音出ないんですけど、なんすか、ここの、なんか環境悪くないっすかって。もう、あったの来たから、ガーって裏回って。あ、すいません、アンプは電源入れてください、つって。電源入れてねえの。本当に楽器やってんのかって思うよね。こっちの問題じゃねえわっていう。お前が電源ボタン押してねえからギターの音出ねえんだよ。もうほんとそんなんばっかりだったよ。バカだろこいつみたいな。スタジオ入ったことあんのかよみたいな。いやもうほんとにそのレベルいるから。いやほんとにいるよ。ほんとに。配線が全然繋がってなかったり、すいませんギターの音来ないんですけどって、バカ野郎って、お前がギターの音出ないのはお前が作ってる音の問題だから、こっちの問題じゃないじゃん。お前がどうにかするんで、ギターの音はお前が作るんだよっていう。それをマイクで拾って調整するのが俺の仕事だわ。音出ないのはお前の問題だよっていう。いやー思い出すなー。よくある。そう、上手い人は、上手いバンドはベースとギターが外出んの。必ずベースとギターが外出るの、絶対に。下手なやつはボーカルが外に出んの。なんかこうじゃないですかって。なんでカレーオーさんわか、あ、そっか、カレーオーさん、そっか、カレオさんもわかるのか。そう、ボーカルも外音確認必ずするけれども、ボーカルが生きるんだよ。あー腹立ってきた。で大体ビジュアル系。そう、外音確認はまあまあ普通にするけど、通常のバンドマンも絶対するけれども、まずセッティングの最中にベースとギターが同時に出てお互い確認してるところは信用できるかな。で、楽器隊が作り終わってから、ボーカル作るっていうのが普通だから、あ、まあまあ、ボーカル作ってから楽器隊もあるけど、全然。それは状況によって。だけどね、ボーカルがイキり出すのは本当に殺意湧くんだよな。ヘッドフォンが高性能っていうか、だから、これ言っちゃダメなことだけど、カメラと音楽と、機材の話するやつっていうのかな、機材の性能とかうんちくの話するやつ、だいたい下手。写真が下手、曲が下手。もうこれね、もう何なんだろう。わかる？これ。カメラ、お前、シャッタースピードがどうなのとか、お前メーカーどこの使ってんのとか、大体そうなの。楽器もそうなんだよ。お前どこのメーカーの楽器っていうマウンティング、いくらのやつっていうの下手なんだよ。これマジでそうなの。で、2チャンネラーって全員それなの。全員なの。もう写真が下手なの。音楽も下手なの。もうね、だから、結局そこじゃないだろうっていうところで勝負してるから、だからなんだろう、わかる？これ2チャンネルなんかもうひどいよ。俺もうカメラスレッド最近見まくってるの、超面白いよ。そのカメラの勉強になると思ったから2チャンも勉強しなきゃと思ったら、もうずっとマウンティング取り してんの。もう超面白いので、最終的にやっぱマウント取り合って口論になっていくと、写真見せろよになるのよ、最終的には。で、まあ写真がもう爆笑レベルなのよ。もう本当に爆笑レベルなの。お前らこの写真一枚で俺はすげえ、俺は100万の機材使ってるとか本気で言ってんのみたいな。笑うぜマジで。カメラやってる人は見たら面白いよ。
もうね、ほんと滑稽だから。結局、いい写真が撮れるかどうかで勝負してないのよ。2チャンネルあって。要は、俺はこんなすごい機材使ってる。俺はこんな設定ができるとか、もうなんか、論点ずれまくりみたいな状態。もう本当に面白い。で、作品がポンコツなの、本当に。だ、素人の俺が見てもわかるんだもん。ひどいなって。みんなが見てもひどいな、これって。私が iPhone で撮った写真の方がっていう。いや、なんねえよ。俺、センスはある方だと思うよ。俺はセンスある方だと思うよ。結局、要は、用語を知ってるとか、要はね、なんつうんだろう、作家性はないんだよ。技術ばっかりなの。もう、ほんとひどい。でもそれが面白いんだけどね。ヘッドホンは高くて変えられないから最近はイヤホン使ってる。ないっすね。ヘッドホン、イヤホン。まあ、普通の、じゃあ2000円とか iPhone のイヤホンとか、このレベルの低価格帯のイヤホンを使ってるんなら、俺は全然何も言わない。ただ、シュアーとかの、なんかプニプニが着脱式のやつあるでしょ。あれを使ってたら、プッってなる、これは。ってなる。正直ね。ってなる。プッってなる。耳取り替えるやつ。わかる？穴取り替えるやつを、あ、バカだなって思うね。で、三原さんが使ってたらごめんなさいだよ。三原さんは1ヶ月間ぐらい、この枠でコメントしなくなる。で、しばらく経ったらワド2って言って。三原さん、ちなみに、シュアーのゴムの着脱式ではないですか？大丈夫ですか？アマギフのね、ライトは2発あったら助かるかな。あれは2発欲しいかな。まあ、本当は4発欲しいんだけど。電球ね。2発でまあ、十分。2発。あ、三原さんがコメント書かなくなっちゃった。大丈夫か、これ。大丈夫か？おい、三原さんがコメント書かなくなっちゃったよ。おい、またアンチが増えた？シュアーで。シュアーは使ってないですってことは、あれか、ゴムが取れるやつか、あれ。もしかして。ゴム式のやつか。もうやめようぜ、この話。なんだろう、なんで俺って喋れば喋るほど敵が増えるトークしかできないんだろうね。敵使ってたんだ。耳悪いくせに。オッケーオッケー。グラフで出すか。グラフで出すか。ちょっと待って。確かにイヤホンの機能性みたいなことについては否定はしないのよ。取り返し、今じゃあね、これはね、ちょっとちゃんと説明しようか。取り返し式のやつがダメかどうかっていう議論じゃなくて、イヤホンのいいところと悪いところ、ヘッドホンのいいところ悪いところの話なんだけど、
イヤホンでしょ。でヘッドホン。ああれ？ちょっと待って。ちょっと待って。イヤホンヘッドホンでこれでわかるかな。ああ JVC ね。ヘッドホン。どうしようかな。なんで悪いのか。価格帯じゃあ1000円から、大体なんだけど1000円から3000円。はい、いらっしゃい。で3000円から6000円ぐらいかな。6000円。15000円から3万。だいたいこんな感じなのよ。こんな感じ。わかりる？ランク。で、そもそもなんだけど、ここの音って、イヤホンの、ここの音ってイヤホンで比べれば、なんて言うんだろう、下に行けば行くほど音が良くなっていくんだよ。下に行けば行くほど音は確実に良くなっていくの。ただ性能的に、要は iPhone のイヤホンってさ、ここなわけじゃん。ここっていうことは、もうヘッドホンが重たいからかさばるからっていう理由でつけてるんだよ。でこの辺のイヤホンを使ってるのって多分意識が高い人なんだよ。意識が高い人、要は音楽俺1万5000円から3万円ので聴いてるぜっていう人なのよ。だけどここからここに行くコストパフォーマンス、確かに音は良くなってるんだけど、だったら俺はこっちで聴けよって思うの。そんなに音楽知ってる風だったらこっちにするだけで、俺の体感、音の良さだよ。5倍は違う。こことここの差、5倍は違うの。5倍。だから、ここを使ってる人って、俺イヤホンで聞くべきじゃないと思ってんの。それくらい違う。だから、ここの音質に負ける。5000円のヘッドホンに負ける音質なの。それは構造上どうなってるかっていうと、下の音が絶対に出ないようにできてるの、イヤホンって。だからカバーできる音域の、だからね、なんつうんだろう、ボーカルの音っていうのかな、声の音とかは抜けがいい音がするのよ。ただ楽器とか、その重低音とかざわめきとか輪郭だよね。音の輪郭を出すっていうことはヘッドホンじゃないと無理なのよ。だったら1000円の、もう正直 iPhone のこのイヤホンで全然音いいから、ここからここまでの差、例えばイヤホン1万5000円のシュアーとかその辺の使ってるとするんじゃん。ここに5倍差があるって俺は言ったじゃん。書こうか。俺の体感値よ、これは。俺は5倍ぐらい違うと思ってんの。5倍。わかるわかる。だから、わかるわかる。だから、あのね、パルさんね。だから、
ヘッドホンかさばるから嫌だって言うんだったら iPhone のイヤホン使えって言ってんの俺は。わかる？つまりね、ここ使えよって言ってんの。なんでかっていうと、こことここの差は5倍あるわけじゃん。5倍。こことここの差、俺の体感だと 1.3 倍なのよ。要は何がここの、ここの価格帯のイヤホン、何が嫌かっていうと、俺はね、ここ何が嫌かっていうと、俺音楽分かってて、すげえいいイヤホン使って音楽聴いてるから贅なの。わかる？俺は音楽めっちゃいい音質で、聴いてみって、わかる？あのね、何が嫌かっていうと、イヤホンのこの、ね、イヤホンのここを使ってくるやつって絶対俺に、音全然違うから聴いてみって言ってくんの。わかる？マウント取ってくるやつここなんだよ。ここ絶対に音全然違うからって言うんだけど、はっきり言って 1.3 倍。で、あの業界の人とかプロの人とか音響レベルの人だったら全然ここ使う、ここ使う。で、プロの現場だったら必ずここ以上を使うの。これでマウント取るのはにわかなの。要は分かった？そう、めんどくさい。その耳、要は音楽のこの 1.3 倍の体感が得られないのに、いい音楽を聴いてるマウンティングの仕方が100倍くらい仕掛けてくんの。いや、これね、音楽やってる人だったら和道正解って言うと思うよ。これ音楽やってる人だったら絶対正解なの。で、素人で、要はマウント取ってくる層が絶対ここで生きる。わかるでしょ？コストパフォーマンスが悪いんだよ。あとは、わかるよね、わかるよね。これ別に俺尖ったこと言ってないよね。これめちゃめちゃ適切な解説してるよね。自己満で終わるならいいんだけど、でもそれでも正直コストパフォーマンスは悪いと思ってる。正直言うと、シュアーとかの 2,3 万のイヤホン買うよりもこっちの方がコストパフォーマンスいいし、多分なんならこれ結構すごいよ。なんならこれ結構頑張ってる、うん、1万以上っていうか1万5000円以上のヘッドホンはもう体感値が全然違う。でもそいつらに言ってあげるの、俺は親切で。いや、1万5000円のヘッドホン、要は半額のシュアーの3万のイヤホン買うよりもヘッドホン買った方がいいよ、音楽いい音楽聞くならって言うと、お前耳悪いなみたいなこと言ってくんの。つまり3万円のイヤホンの方が1万5000円半額のヘッドホンに音が勝ってるっていうことを理解できないの。あー、マギフ送ってくれた、ありがとう、ニンニ。わかる？1万5000円と3万円のイヤホンと1万5000円のヘッドホンだったら、絶対に1万5000円のヘッドホンの方が理論上絶対いい音が出んの。いや、お前3万円の使ってんだよみたいになるの。メーカーシュアーだよみたいな。いや、それはメーカーの問題でも価格の問題でもなくて、構造上の問題なんだっていうことを言っても聞かないのよ、もう。そう。だから、要は音を聞けない人なの。のくせに音でマウンティング取ってくるから嫌なんだよ。いや、だからヘッドホン携帯できないんだったらだよ。だったら俺にマウント仕掛けてくるなっていうことと、3000円のイヤホンでいいじゃん。要は iPhone のイヤホンでいいじゃんっていうことよ。わかる？これはでも音楽の業界の人とか全員思ってるはず。要はね、延長します。延長します。要は何を、シュアーとか何をやってるかっていうと、音がわからないやつに高級感売りつけてブランディングして売られてんの。あのさ、じゃあさ、シュアーの、じゃあわかった。これが、これの原価と、これ2000円とか1000円だろ？これと1万5000円の、ね、やつの原価、あんなに差開くか？開かないから。はっきり言って。つまり、舐められてんだよ。シュアーとかの売れ筋商品で、要は意識高い系に売られてんの。こいつら耳わかんないから、高級なパッケージで、ね、ゴムとか着脱資金して耳のサイズ変えられますよってやったら、ちょっと音良くしたら、こいつら10倍も20倍も金払うだろうって舐められてるんだよ。
簡単に言ったらっていうことが言いたいの俺は、うん、でも今俺は三原キングさんと笑い男とおそらくユッピーを怒らせてるのは1万5000円のやつを買ってるからなんだよ。ここで怒ってる人いるじゃん。ちょっとワド、俺にも反論させろよ。ちょっと言い過ぎじゃねえかっていうコメント書いてるのは確実にその着脱式のヘッドホンを買っちゃった人なんだよ。わかる。だから俺はその人をディスってるわけじゃないのに敵を作っているんだよ。その人がなんかすごく損をした気分になる放送なんだよ。でもこれはそれはね、その業界でやってきたんだから。そこは乗っかれよユッピー。そこは乗っかんないと。嘘でいいんだよこんなの。そうだよっつって、いやイヤホンは高い方がいいんだよ、突っ張ってくれ。イヤホンは3000円で十分、うん、イヤホンは3000円で十分、うん、合ってるよね。いや俺はね、誰かを小バカにしないと生きていけないんだ。これはね、俺の性格の悪さから来てるんだよ。俺は誰かを小バカにし続けて生きてきてるんだよ。高いイヤホンまあ買ってもいいんだけど、だからとんでもないお金持ちでいいんだよ。俺はもう月1000万稼いでるから、こんなのいくらでも高いのをつけたいんだよって言われたら俺は納得するよ。かっけーって思うよ。ただもういい音だから聞いてみーはもうほんとぶん殴りたくなるね。全然ちげえからみたいな。お前の頭がおかしいだけだわみたいな。お前が頭湧いてるだけだわっていうね。うん。安いイヤホン買って分かったでしょ。でも、うん、これはね、メーカーが悪いんだよな。いや、メーカーが詐欺みたいなことやってんだよ、要は。うん、メーカーが。あ、じゃあみんなが音響やってない人がびっくりするような話をしようか。まあ、マウントはしょうないよな、和也ね。和也くんね。和也さんなのか、くんなのかわかんないけど、さんにしようか。失礼だから。ね、そうだよね、和也さんね。うん。あのね、じゃあこれびっくりする話だと思うんだけど、あの音響やってる人は確実に知ってて、あの音響をやってない人っていうか、その楽器とかに携わってない人が知らない話。うん、うん、大丈夫、こっちの問題だから。あのね、スピーカーとマイク、スピーカーっていうのはヘッドホンとかこのイヤホンもスピーカーなのね。わかる？スピーカーとマイクって全く同じなんだよ。これ知らないでしょ。知ってた？これってマイクになるんだよ。で、これイヤホンになるんだよ。これ知ってる人いる？そう。電流の流れが逆なだけなの。構造上ね。もちろん聞くのに向いてるものと、あの音を拾うのに向いてるのがあるけど、構造上同じ機械の。そう、原理は一緒なの。だからこれをマイクにすることも可能なの。知らなかったでしょ。だから本当にこだわる人とかだと、あのこの膜なんだよ、これ膜なの、膜だから、この膜の良し悪しだから、あとは箱でしょ、ここの形状でしょ。そう、膜と箱だから結局。、うん、そう、これはねちょっと平易な話だよ。だから歌ってるマイクとかから音出すこともできるし、小さく出さないとすぐ割れちゃうよ。原理は一緒だから、その原理が分かるようになると、いいスピーカーの定義といいマイクの定義が変わってくる、分かってくる。だからスピーカー自作するとか全然あるよ、うん、ノイズキャンセリングっていう機能はが違和感あるって言ったのはね、デロスさんが耳がいい証拠。なんでかっていうと、音域をカットしてるからなの、ただ単に。だから、あの、簡単に言うと劣化。音を削ってるの。だから、ノイズキャンセリングって、なんだっけ、エフェクターで言うと何になるのかな。
コンプレッサーじゃなくて、コンプは潰すんだよね。圧縮するんだよね。コンプレッサーじゃなくて、ノイズゲートになるのかな。上と下の音をパツって切るの。だから、食パンをサンドイッチにするときに耳切るのと一緒。いらない部分、カツって切るのと一緒。メーカーは、じゃあ、俺がおすすめするのが、スピーカーで言ったら、ワイヤレス、ああ、いい質問。サプレッサーか、ありがとう、伏線。サプレッサーか。あさみさん、超いい質問。ワイヤレスのヘッドホンが欲しいんだけど、論外。まあ、論外。これは、俺、iPhone が新しくなった時に訴えたことなんだけど、iPhone が Bluetooth マイク、要はこのジャックなくしたでしょ。このジャックなくしたでしょ。わかる？これを取っ払ったんだよ。なんでこれ取っ払ったらジョブズがぶち切れるって言ったのか。なんで未だに楽器は無線使わないでシールドでやってるでしょ。音が劣化するから。Bluetooth の回線の幅が削るから。つまりどんだけいい状態でダウンロードしても劣化して聞こえてくんの。AirPods どころじゃない。Bluetooth の規格がそうなの。だからもう悪い音聞くしかないっていう。お前 iPhone ってそういう会社だったっていう。だから絶対にありえないこと。ジョブズ絶対許さない。でも、その音がそもそも聞き分けられないんだったら便利だよ。インターネットも一緒。そうそうそう。原理上一緒。その通り、その通り。だから、音が聞き分けられないんだったら、どっちでもいいわけじゃん。だっていい音かどうかわかんないんだもん。だから、音楽の難しいところ、そこよ。違いわかんないんだったら便利だからいいやって。だから要は、そのクリエイター向けに作る商品じゃなくなってるんだよ。だから、その、クリエイター向けに作ってたわけじゃん、アップルっていう会社は。絵描きとかイラストレーターとかフォトショップとかさ、音楽作ってる人たちに売ってた商品なのに、ついに商業的に寄ったなって思って、俺はだから iPhone 終わったなって思ったの。いや、ジョブズがいたら絶対許さなかったのに、こんなことっていう。だって世に出回ってるの全部シールドタイプじゃん。だからね、あさみさんがの耳による。あさみさんがいい耳を持ってたら納得しないはず。で、正直言って、もうね、ワイヤレスで聞くヘッドホンとイヤホンがっていうのは、もう、俺はどっちでもいいだろうっていう。どっちでもいいって。なんか作品作ったの？あ、今日作ったやつこれですね。はい。今日作ったのこれです。どうすかね。そう。だから、便利さを取るのか、音の良さを取るのかっていうのは、いい悪いとか、それマウント取ってもしょうがないから、自分に合わせてだよ。自分に合わせて。いい音。あ、いい質問。素晴らしい質問。簡単簡単。超簡単にやるよ、ムーンライトさん。今聞いてる音と、今聞いてる音と、どっちがいい音？今聞いてる音と、今聞いてる音と、今聞いてる音と、全く違うでしょ。これだよ。いい音っていうのはこれだよ。わかる？超シンプルに言うとこういうこと。要は、情報量が多くて、的確に職人さんが作って、アーティストが作って、職人さんが届けてる音だよ。で、同じ機材、同じネット回線、同じ環境で、こんだけ差が出るんだよ。こんだけ差が出るんだよ。これわかんない。耳腐ってるんだよ。耳が腐ってるんだよ。だから、結局耳が腐ってたら何にもならない。だから、絵とかと一緒よ。いや、耳腐ってんだろ。これわかんないって言ってんだから。俺は耳腐ってるとしか思えないよ、こんなの。その通り。その通り。ギターも直腕。歪みはアンプで作れって。全然違うでしょ、ユッピー。だから、イケボ配信とかこうやってやるんだよ。ねえ、みんな、こんばんは。今日天気いいね。なんとか、花火ありがとう。
花火ありがとう。アイラだよ。絶対こうやってるから。おお、花火ありがとう。音が全然違う。そうそう、ギターはもう一番最初に教わるのは直結だよね。なるべく短いシールド、限界まで短いシールドで直結で、歪みはアンプで作れ、歪みはアンプで作れ、まあでもわざと劣化させるっていうこともあるから、もちろんです。だから本当に、いやもうね、トマベチヒデトのね、これ伏線本当だよね。これトマベチヒデトっていう、トマベチヒデト知ってる人手挙げ。脳機能学者のトマベチヒデトさん知ってる人。もうね、 YouTube でトマベチヒデトオーディオオタクなんだけど、1個2000万とかのパワーアンプとでアナログレコーダーを空中に浮かせるのよ。あの針落とすやつあるでしょ、円盤に。あれって振動だからっつって磁石で空中に浮かせてんの、台を。で知ってるでしょ、あれを見たら笑うよ。そう、スピーカーあれね、一発何億何千万で、それサブ機なのとか言って、もうすっげえ面白いの。トマベチヒデトの YouTube めちゃくちゃ面白くて、ギターレスポールの2、300万するのとか100本とか並べてんのとか、もうクロムハーツをジャラジャラジャラって机の上に撒き散らしたり、ソファーにそのもう何、シュプリームとかさ、ビトンとかバンバン並べてるんだけど、もうただ片してないだけなのに、これは違うんだよ、あの音を良くするためにここに置いてるんだよとか言って、もうなんか部屋の中だけで100億ぐらいの金が動いてるような部屋に住んでて、 YouTube でね、あのトマベチヒデトのあのオーディオの回があるから、その時にケーブル1本数千万とか言ってたかな、プラチナゴールドシルバーっつって。あ、いや、あさみさん、いい質問ありがとう。たかちゃん、アイテムありがとう。だから、一番いいことは音楽を楽しむことなんだけど、いい音と悪い音を聞ける人、要は俺はよく目利きとか言うんだけど、いいものを見た方がいいよ。いい音で、あのね、じゃあね、あさみさんにアドバイス。あさみさんに一個アドバイスさせて。買わなくていいから、5万円のヘッドホンで、音、家電屋さんに行ってできる。試着して聞いてごらん。泣けるぜ。本当に。音楽だって。もう本当にそこにいるみたいになるの。ヘッドホンで。臨場感が。すごいから。その時に、わかんないって言うんだったら、もうわかんない中で楽しめばいいと思うの。もう YouTube で再生しながら、もうどうせね、10万のヘッドホンも5000円のヘッドホンもわかんないんだから。でもそこでわかる人、目が肥えて耳の感覚とかが冴えてる人って、鳥肌が立つぐらいすごい音がいいのよ。何これってなるから。だからオーケストラとかがそうなんだよ、まさに。もうすごいの、降ってくるの、音が鳥肌立つぐらい。そういうのは一回体感した方がいいよ。その時に、あ、これは必要だわって思ったら買えばいいし、お金貯めてどこで妥協するのか。ただ知らないっていうのはもったいないよ。知らないのはもったいない。ケーブルの材質によって全然違う。だから俺はあのライブハウスとかバンドやってた頃何やってたかというと、東京電力のすっげえ太いやつで、親父がその友達のドラマーの親父が何でも DIY で作ってくれるの。音楽大好きなの。その親父から俺受け継いでるのよ、こういうトークとか。もう勉強してもらってギターとかも作ってくれるの。こういうデザインのギターが欲しいっつったら、その2000円とかの中古ギターからネック引っ張ってきて、引っぺがして木をどの木で作るっつって全部作ってくれるので、傷入れたい、刀傷入れたいっつったらチェーンソーでビーンって切って、ここ色どうするとか全部作ってくれるのよ。でその後輩が東京電力で働いてて、東京電力で廃棄になった太いケーブルもらって、捨てるからっつってもらったのよ。それでシールド作ったら、すっごいよ。ぶっとい音バチンって出て。で、俺らの結論、そこら辺で売ってるシールドって呼ばれてるケーブルダメ。
本当にいいケーブルは東京電力が持ってる、もうどんだけ電圧かけても10年でもちぎれない折れない。だって電気会社の電圧に耐えられるんだもん。東京電力シールドって呼んでたんだけど、すごかったよ。行ってみて行ってみて。もう本当に街のところでいいやつ聞いてみたいんですけどって言って聞かせてもらえばいい。ちょっと違い知りたくてっつって。で、1000円の、1万円の、5万円の、10万円のって聞き分けてごらん。こんなに違うのかって。うん。ハイレゾは聞き分けられるに決まってるじゃん。当たり前じゃん。いや、映画の音響の話じゃないね。ライブハウスやってた頃の話で。ハイレゾはわかるに決まってるじゃん。全然違うよ。ただ、ハイレゾの音を、ね、これで聞いたらわかんないよ。だってここで劣化するんだから。ハイレゾをこれで渡されたら俺店員にバカにしてんのかって言うよ。もうイヤホンでわかるわけねえだろ、つって。だからそういう、騙されないようになってくるよ。お前、ハイレゾの音イヤホンで聞くバカどこにいんだよ、つって。でもね、本当のオーディオオタクからすると、ヘッドホンで聞くのすらにわかだから、はっきり言って。構造上、これもイヤホン、ヘッドホンと同じぐらいスピーカーなの。どう考えても。で、本当の奴らは、引っ越すんだよ。電力会社変えるとか。で、マイ電柱建てたりとか、部屋の構造まで計算するの。だからそこまで行ったら、ヘッドホンとかお前、にわかだよって、同じぐらいの話。イヤホンとヘッドホンと同じように、確実にスピーカーなの。音楽を聞くなら。で、俺がおすすめしてるのは、5000円で買えてコストパフォーマンスがいいスピーカーっていうのがこれ。これが俺のスピーカー、JBL。これ5000円ぐらいの、ちょっと待ってね。このスピーカーいいよ。JBL の5000円、4、5000円で買えるから、もし、パソコンにつなげる音を良くするっていうんだったら、これが絶対いい。もう間違いなくこれ。この白いやつ。JBL スピーカーで検索してみて。もうこれはびっくりした。もう何でもいいや、音聞ければ。あ、JBL いいメーカーだから買ってみっかと思ったけど、びっくりする。普通の、5000円台で売ってるスピーカーとはレベルが違う。これしっかり作られてる。USB タイプだけど。これマジでいいよ、これ。これね。こっち側にもあるけど。これマジでおすすめ。JBL スピーカー、パソコンスピーカーで検索してごらん。いい仕事するよ、これは。デザインもかっこいいし。録画は YouTube に全部載せてる、俺は。だから YouTube チャンネル登録してくれてたら、タイムシフトは YouTube で見て、っつって。JBL いいね。頑張ってるね。ちょっと待って。今検索するよ。これ。4811円。これね、要は主婦の人でもわかる、これは。もうパソコンにつけるんなら、俺はこれが一番いいと思ってる。安いの買うんならね。要はコストパフォーマンスなんだよ。コストパフォーマンス。で、黒が嫌だったら白も売ってるから、白も。で、横に寝そべらせてもいいし、立ててもかっこいいし。もうコスパ最強だと思う。低価格帯、要は1000円の買うより、俺はこれ1万2000円ぐらいの音出ると思ってる。4000円の音じゃない、これは。おい、ベコボコランドいらっしゃい。要は、1万2000円分の買い物ぐらいのコスパはいいよ。マジでこれ。で、白と黒があるから。これはマジでおすすめ。このスピーカーいいよ。もう倒せるし、寝そべらせるし、立てることもできる。唯一問題点があるとするのはケーブルの幅が短いぐらいだけど、まあまあまあ問題ないでしょ。いや、
コークね、マジでこれ買ったらびっくりすると思うよ。あの YouTube で外で流して放送聞いてる？パソコンとかで。マジで本当にこれいいぞ。あの5000円のクソみてえなスピーカーつけてんならこれに変えたらもう変わる変わる。音楽聴くの楽しくなるよ。部屋で音楽流すのが全然変わる。マジでこれいいよ。これはね、だけどあのパソコンじゃ伝えらんないかな、放送だと。もう俺の体感でこれは保証する。マジでマジでこれいい買い物したと思ったもん。絶対買った方がいい。あのクソみてえなスピーカー使ってんなら。あー、まあイヤホンで使ってんならまあいいかもしんないけど、ソニーはスピーカーでソニーとか買わねえよ。いや1万2000円で下手なの使うんならあれの方がいい音出るんだって。それくらい本当に驚いたの。もう音楽でやってたから間違いないって。だから俺は1万2000円のスピーカー買ったくらいの性能、もう俺全然聞き比べてるから、あこれ本当1万2000円台のもう4000円台で買えたって感覚だもん。だから買わない。1万2000円出すならどれが良さそうじゃない。俺これ買う。ただ3万円ぐらいになったら分かんない。あの俺はそこまでスピーカーに音、あの家の機材ではかけないから。でもこれ一択だよ本当に。家で部屋で聴くんならこの JBL 一択。マジで楽器屋とか電気屋さん行ったら分かるよ、売ってるから。これ全然違うから。低音の出がめちゃくちゃいいよ、うん、めちゃくちゃいい。大きさはもうバンバン出る。俺がだいたい20で聞いてるぐらい、20で普通に YouTube の音楽聞こえる。でひろゆきの声、ひろゆきの生放送が小声じゃん。ひろゆきの生放送聞いてる？コウ君が40まで上げるで途中で音量上げてうっさってなるから20に戻すみたいな。ひろゆきの放送音小さいんだよね、声が。倍に上げる。でもそれでもまだ100まで、100の振り幅の20で全然聞こえるよ。全然聞こえる。だからもう全然問題ないの。もう本当に1万2000円ぐらいの性能はある。JBL はいいよ。スピーカーのメーカーだから。これはもともとパソコン用の周辺機器のメーカーじゃなくて音響屋さんのメーカーだから。で JBL は安心感めちゃめちゃあるよ。まあちょっとなんか微妙かなと思ったけど、わあ買ってびっくりしたこれ。 OK、 BOSE のスピーカー、スピーカーの構造っていうのはウーファーは聞いたことあるでしょ。あの下の音が出る、あ低い音、ボボボボっていう音が出るウーハーっていうのあるでしょ。でツイーカーっていう俺の声みたいな高い音が出る、この音域が出るツイーカーで、スコーカーの3つで作られてるの。ウーハー、スコーカー、ツイーカーかな。でだから縦のサイズなの。スピーカーって縦でしょ昔から。それは上の音、真ん中の音、下の音って言って膜を3枚とか2枚で貼って役割分担をしてたの。わかる？で、BOSE っていうメーカーは何が優秀かっていうと、1枚の膜の中に全部の音域を出させるっていうことに成功した会社の。だから、BOSE のメーカーっていうのは、小型でコンパクトなのに全部の音域が出せるって言って、カラオケですごくいい音ができるとか音楽。ただ、音楽屋さんからすると BOSE ってそこまでいい音が出てるわけじゃない。もちろんいい音出てるんだけど、最高品質の音が出てるっていうわけじゃないの。どちらかっていうとコンパクトで全音域をカバーできるから使い勝手が良くて音質が最上級だよねっていう感覚。 OK、 うん。あと9分でちょっと喋りまくって疲れたから、これであの一回休憩取るわ。だから BOSE のスピーカーはあのカラオケとかでみんな BOSE のスピーカーだと、あ音全然いいとか、
車とかでさ、スピーカー設置すると、ああ全然いいって言うけど、もちろん音響屋さんのメーカーだからあれなんだけど、みんなが思っ、プロが、あ、まあ坊主ねっていう感じ。まあ安定感あるし、コスパがいいし、まあいい音出るよねっていう。ただ、こだわってる音かって言ったら、まあ、まあ坊主か、みたいな感覚かな。あ、坊主好きな人ね、みたいな。意外と特徴的な坊主は。うん、そう、坊主は好き嫌い分かる。癖が強い。だから、まあ、俺は JBL 使ってたね。Bluetooth スピーカー、坊主。いや、Bluetooth はだからありえないって言ってんじゃん。構造上ありえないんだって。もうループになるんだよ。Bluetooth で音楽聴いていい音だっつってるやつは耳が腐ってるやつだよ。うん、もう話が一番最初に元に戻ったね。坊主は、まあまあ、でも悪い音じゃないよ。いい音だよ。いい音だけど、一番の坊主の強いところっていうのは、やっぱコンパクトに作ってるっていうところだよね。場所を取らないでいい音が出せるっていう。うん。そんな感じかな。ハイレゾ対応機器と見たい音でどれくらい違う？まずハイレゾ、延長しようかな。誰か花火一発ちょうだいよ。1時間半喋ってさ、俺も頑張るから、いい話するから、誰か一発花火くんね。花火投げれなかったらみんなでバーガーとかハートとか投げてよ。ちょ、もう30分じゃ延長してやる？行く？あれ？腹減ったからなんかコンビ行こうと思ったけど、ちょっとアイテムじゃちょうだいよ。話すのは全然いいから。だから、こんだけ話して花火一発悲しくなるから、ちょっとみんなちょっとアイテムちょうだい。OK。そしたら延長して話すから。OK、ありがとう、ペコポコランドありがとう。まず、ハイレゾ対応機器っていうか、ハイレゾっていうのが何なのかなんだけど、まずデジタル音源とアナログ音源の違いなんだけど、デジタルっていうのは0と1でしょ。ディスクリートマスの原理だから、ありがとう、アイテムありがとう。要はギザギザしてるの、データ上。0と、1かっていう。だから、その細かさの問題なのよ。で、アナログっていうのは無限にこう揺らぎなの。ありがとう、三原キングさん、花火ありがとう、ありがとうございます。延長します。30分延長するね。で、だから実を言うと、レコード版が一番音がいいのよ。レコードハイレゾよりもレコード版の方が音がいいってみんな知らないでしょ。一番その記録物として一番優れてるのはレコード版なので、ハイレゾと普通の CD の音源の違いっていうのは刻みの数なの。より細かくやってるのよ。ここまで OK？ ムーンライトさん。で、どれくらい違うかか。どれくらい違うか。あのね、聞き分けられる人多分100人に1人ぐらい。要はハイレゾ音源と CD の音源、聞き分けられないと思う。あれは無理。無理だと思う。正直言って。で、CD の音を、ハイレゾの機種を入れるとかじゃなくて、CD の音で、いいスピーカーと、いいアンプにつないで聞いた方、そっちにお金かけた方が、それでハイレゾだよって言ったら、すごい、全然違うって言うと思う。うん、だから、結局、イヤホンと一緒。ハイレゾの音と、普通の CD の音源聞き分けられる人が、いたら、耳相当超えてると思う。それくらい。要は CD を最上級で聞いた方がいいよ。要はね、YouTube の音源が劣化してるっていう風なのがわからないから、今の人って。YouTube の音源が劣化してるのは知ってる？みんな。でも YouTube で音綺麗って言ってる人は、まずハイレゾどころか CD よりも劣化した音に慣れてるから。音楽レコードといい、映画のフィルムといい、昔の方がいいもの多いね。っていうよりも、デジタルとアナログの違いですよね、そこは。延長台の達人ありがとう、ニンニ。デジタルとアナログの違いで、そこはもうしょうがない。うん。だから、その、
まあカメラで言ったら、まあ一眼レフがいいのか、ミラーレスがいいのかっていう。だからミラーレスなんかハイレゾだよね、今。CD 音源とハイレゾ音源聞いて比べてもあまり変わらない。変わらないだろうね。だけど、販売の店員さんとか何が嫌なことを仕掛けるかっていうと、ハイレゾの方は最高のアンプと最高のスピーカーで聞かせて、CD の時は5000円のスピーカーで聞かせるとか、汚いことやるんだよ。これ楽器屋がよくやってたんだけど、ね。ぶっちゃけた話、これ5000円のギターなんだよ。5000円のギターだよ。これを20万のアンプとか100万のアンプにつないで弾かせたらいい音出るんだよ。でも、ギターを買いに来た男の子はわからないわけじゃん。初めて買うとき。10万円の音と5000円の音わからないわけじゃん。だから、20アンプとギターなのよ。セットなのよ。これと一緒の話をしてる。ハイレゾがギター。ハイレゾなのか CD なのか、MP3 なのかっていうのはギターの話だ。でもギターだけじゃ音出ないのよ。今度アンプが良ければいい音出ちゃうのよ。もう DJ やってる人は確実にわかるよね。確実にわかる。もうその辺の人はハイレゾでも絶対聞き分けられるよ。そう。これだから何言ってんのかっていう話になっちゃうからね。だから、まあ一番いいのはもう俺のこと信用して、いくらの予算でどういう風な楽しみ方で音楽聞きたいんだけど、和道だったらどうする？5000円でいいスピーカーある？もしくは10万かかってもいいから、おい、よいこさんいらっしゃい。10万かかってもいいから最高の音出したいとか。だったらどの環境？パソコンで聞くのか？何をするのか？いや、手軽に安く聞きたいとか、そういうことだよ。いやー、もうジャズなんか、要はね、昔ってどういうレコーディングしてたかっていうと、マイク1本で全部音域をカバーしてたの。それどういうことかっていうと、マイク1本に対して、ボーカルの位置、ドラムの位置、ベースの角度、全部を、距離を計算してアナログでやってたんだよ。で、マイク1本立てて、ボーカルの立ち位置とかを計算してんの。だから録音するときに、っていう、この空気とか、部屋の、っていう、本当に部屋の中にいる感覚なのよ。みんなシーのレベルよ。のレベルよ。だからもう臨場感が、もうそれがそのまま再生されるわけよ。だからもうアナログには勝てない。だからジャズとかすごいよ。だからその時代のその部屋の音が入ってるわけだから、情報として。それをカットしちゃってんね、今デジタルで全部。しかもね、これまた難しい問題なんだけど、今、そう、なんとか版って言って、アナログとかハイレゾでやってるけど、結局意味ない。なんでかっていうと、録音をデジタルでやってるから、カットしたのをアナログに入れたりしてんの。だからね、これは、だから耳が良くないと、ついていけない話なのよ。要は、ハイレゾ音源って言ってても、例えばだよ、CD の音をハイレゾの環境で聞いたところで意味ないでしょ。MP3、YouTube をハイレゾで聞いても意味ないでしょ。そういうことを言っても、わかる？この原理。安い。いや、結局バランスなの。バランス。レコード音源を知らない。いや、200万とかでさ、たまにさ、東京とかだと、伊勢丹とかで流してるのよ。東急ハンズのワンコーナー借りてとか。鳥肌立つよ。本当に。レコード音源とか。評判が良い未対応機器の方で無理にこだわらなくて。安いハイレゾ機器。いや、っていうよりも、まずハイレゾを聞きこなす耳を持ってるかどうか。カセットテープもやばいよ。まあでもカセットの場合ノイズが入っちゃうからね。だからその録音を雑にやってる可能性が高いから。臨場感、空気感が違う。要は息遣いまで聞こえてくるの。呼吸音とか、ざわめきとか。要は自然音だよね。ノイズだよ。要はデジタルだと全部パツッパツッって切っちゃう音が残ってるの。その時その時代の空気が残ってるの。そう。だからオーケストラとかで聞くと、もう拍手とかの臨場感が半端なかったり、ざわ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 っていう、このわかるわかる。その演奏する時の、
オーケストラとかのライブのやつだと、ドーンってこの感覚よ。もうすごいよ。もうデジタルとかでそういうノイズを切った音じゃないのよ。スーっていう息遣いからのバンが入るから。そう。だからノイズだよね。うん。カセットテープの冷蔵庫に入れたら元に戻る。へえ、知らなかった。へえ。それはすごいね。あ、まあ、だから、豪華だったんだよね、昔の媒体っていうのは。まあ、だからデジタルになってるっていうのは便利になってるってことだからな。要は持ち運びが簡単で、いかに手軽に聴けるかっていう時代なんだよな。だけど、5G の企画とかになってくると、また変わってくるんだと思うよ。5G とかになると。DSD ってなんだろう。DSD がなんかわかんないな。あ、もう究極に、だからさっきも言ったんだけど、本当に音のことを知りたかったら、トマベチヒデトがリアルに実機持ってるから。要は、パワーアンプとかって何かっていうと、再生するレコーダーあるじゃん。CD の。針落とすやつとか。あれがもう2000万とか3000万とかな。そう。で、スピーカーが何億とかのを、トマベチヒデトが語ってくれるから、YouTube でトマベチヒデトオーディオで検索したら、もうめちゃくちゃ面白いよ。もう、金持ちがふんだんに部屋の中に CD 使ってて。いい音がわかんなく、ああ、どうなんだろうな。ああね、それだよ。でも、もうそうするとさ、俺も音響やったからそうなんだけど、こんなの絶対ダメなんだよ、後ろに。抜けだから、天井にまずスピーカーと、いかに LR で話すのかと、自分がどこで聞くのかっていう計算をしないといけないから。いや、もうだから大人の金持ちの遊びだよ、そこまで行ったら。要は映画館作るのと一緒だから。映画館よりももっと複雑だろうけど。音を、スピーカーはできるだけ離す。高い位置に持ってくとか、セオリーがあるのね。だからもうスピーカーの距離が短いだけで、ああ、この人音にこだわりないなとか思うもん。スピーカーの距離は右と左をできるだけ離す。なんでかって言ったら、右と左耳こうついてるわけだから。で、角度を緩やかにクロスさせたところのここに当てるんだよ。この向きを。で、今度上から振らせるっていうね。あと抜けとかいろいろあるよね。5.1ちゃん、まあ、スピーカーをこうね、やるっていうだけだからあれだけど。いや、俺ね、5.1ちゃんも嘘なの言いたかったんだけど、言っていい？5.1ちゃん嘘だよ。なんでか言ってあげようか。耳は2つしかないから。厳密に言うと、後ろから来た時のリアリティあるのかもし、あるんだけど、音圧があるから、今度。だけど、俺ら、PA からすると、右と左、音楽がずっとなんで L と R しかないのか、パンって言うんだけど、それを、パンの振り分けをやってきたかって言ったら、耳があるからでしょ。で、ボリュームの大きさと右と左で立体感を作るのが俺らの仕事だったわけよ。それを物理的にマイクの位置を5本立ててやるっていうのは、俺はそんなのアートじゃないと思うよ。いや、構造の問題。それは。要は、耳が、右と左にしかない。で、音量、音の大きさで距離って変わるのね。これで遠いっていう意味なの。変わるでしょ？要は、音量の大きさ、小ささ、立体感とか、その右か左かで作り上げてきた文化をぶっ壊された気がすんのよ。マイク5本立てて撮ろう。
マイク5本を立てて撮るってどういうことかっていうと、そこかっていう、その、なんだろう、あの VR と一緒。VR のダメなとこ、360度見れるようにはなってるけど、あの、なんつうんだろう。作り込む、この真正面だけでいかに作り込むのかってやってきたわけじゃん、映画とかも。だから作品じゃないんだよね。リアリティが出るだけなんだよ、俺からすると。だからアートではないような気がするな、 5.1 ちゃんは。なんかそこに対する抵抗感はある。 VR と 5.1 ちゃんはアートではない気がするんだよね。アトラクションとしての性質、そういう使い方をするんだったらすごく効果的な使い方だけど、アートではない。要は それをやっちゃうと職人がいらないんだよ。わかる？技術がいらないんだよ。マイク5本立てりゃいいんだろうっていう。あと 5.1 ちゃんだと、そのまあ立体感は出るんだよ、実際に。ただ職人技はなくなってくるんだよね。なんか複雑な気分だね。坊主のヘッドホンか。もうこれループになるな。やっぱあれだね、みんな坊主好きなんだね。坊主はヘッドフォンのメーカーではないからな。だからやっぱりブランドってこういうことだよな、本当に思う。あの要はいい音は坊主が出るっていうのって坊主の最高の成功だよね。坊主イコールいい音。ペイペイでヘッドホン買おうと思ってる坊主。いや、坊主はそこまでいいメーカーだけれども、そもそもスピーカーのメーカーで、癖が強いメーカーなんだよっていう話をさっきし終わったところの。でも一般的には坊主イコール最高の音が出るっていうものを作ったじゃん。俺はヘッドホンで坊主買おうとは思わないけどなっていう話よ。で、いい音っていうのは何なのかっていう哲学的な話になって、いい音を聞くためにはいい耳を持ってないとダメだ、いい感性を持ってないとダメだっていう話からの、なんつうんだろう、そのハイレゾ音源とかアナログとか CD とか MP3 の企画の話になってとかで、結局15分ぐらい話すと一周して、ヘッドホン何買えばいいですかっていうこのループをずっと輪廻してる感じ今。そうだよね、なんかカットされてる感じがするよね、なんかね。いや、あのね、で坊主が悪いっていう話をしてるわけじゃなくて、坊主はいい音が出るのよ。だ本来は癖の強い音が出るっていう。ケンフットは、あの音響屋からすると話にならないよ。あの、なんて言うんだろう。要は、どのレベルでいい音が欲しいのかっていう話だよ。ああ、都庁やばいっすよね。やばいっすよね。ハーマンカードもわかんないな。ケンウッドはだから、なんだろう、ポータブルプレイヤーだと思ってて。まあさっき話したのは、イヤホンで音楽語るやつは死ねっていう話。だから、まあチカゴンがヘッドホン買いたいって言ってくれて、俺はちょっと安心したんだけど。あのね、違うんだよ。いや、さっき話したのが、結局、要は1万5000円から3万円の、あのイヤホンを買わされて音楽でマウンティング取ってくるやつは死んだ方がいいって話をしたの。
いやだからそのなんだろう、女子高生とか音がわからない人向けに作ってるメーカーと、例えばさ、だから例えばね、チカゴンね、BOSE のヘッドフォンを買ったとしても YouTube を聞くんでしょって、 YouTube で音楽聞くんでしょって、まあいい音出るよ今聞いてるね、イヤホンより。だけどそもそもだからギターとアンプなのよ、プレイヤーと媒体、再生する媒体がギターのテクニック、腕、弾き手の問題で、そこは俺ら変えらんないから、 CD なのか YouTube なのかね。で今度再生する装置、 iPhone なのか、そうポータブルプレイヤーなのか、パワーアンプなのかとか、そういうものね。で今度音が出るヘッドホンなのか、スピーカーなのか、イヤホンなのか、この3つのバランスなので、結局10万するね、10万する音響機材とか1000万する音響機材をYouTube で聞いてたらバカでしょ、っていう話。サンプリング周波数は従来の音楽用の26倍に当たる 2MHz、 音楽信号の振れ幅を1ビットパルスの3つ。いやこれはだからハイレゾとかに近いんじゃないの、 DSD とかの理論っていうのは。アナログは無限、そう、スピーカーは部屋の環境もある、そう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 、そう本当にそう、むしろ電力会社と電柱立てるとかね、そういうレベルの話だから、だから俺はさっき言ったのは、まあ5000円で1万とか2万ぐらいのコストパフォーマンスがあるのはこれだよっつったね。あの JBL のこのパソコンにつなぐスピーカーなんだけど、 JBL のこれは買って正解だった、4800円。メガホンありがとう。これはマジで、あ、買って本当に帰ってきてるなって感覚。オルフセンっていうのがいいんだ。コストパフォーマンスだと思ってんの俺は。俺はあの全部がコストパフォーマンスだと思ってんの。だから、多分それは会社やってたり商売やってたからだと思うんだけど、金を出していいものなのは当たり前なんだよ。だから B 級グルメ好きなのもそこなの。1000円でどれだけうまいもの食えるか。1000円でどれだけうまいもの食えるか。そう。みんなが手の届く中で最高の音質はどこなのかを話したい。だって金出したらいいに決まってるもん。どう考えても。そのEの中に癖があるわけじゃん。各メーカーの中で。でそれはさ、ほら自分の耳もスピーカーっていうかね、耳が腐ってたらもう何言っても分かんないわけだから、だからそのみんなが持ってる感覚の問題、感覚が悪かったら100円の100均のさイヤホンでもいい、 iPhone のこれでも優秀だと思うよ。iPhone のこれ日本のメーカーが作ってるんだけど、すげえ頑張ってると思うこれは。なんでかっていうと構造を見ると、ありがとう、これね構造を見ると普通のイヤホンと違くて、多分なんだけど蓋開けてないから分かんないんだけど、これが普通のスピーカーの音が出て横に穴がついてるって、これねウーファーの音出してるんだよ。これは俺初めて見た時すごいと思ったの。要はローの音もちゃんと出せるようにっていう構造になってるんじゃないかなっていう、要は骨伝導で伝えようとしてんの多分。俺分かんないよ。でも明らかにこっから骨伝導で伝えてるんだよ下の音。だから2000円でこのパフォーマンスはかなりいいから、下手なイヤホン買わなくていいと思う。花火ありがとう、本当に無知なのでいい話聞けた。 iPhone 使ってるけどヘッドホン買おう。あ、いや、結論なんだけど、これに勝るもんないって話なんだよコストパフォーマンスで言ったらごめん、ヘッドホン買おうじゃなくて、これ最強って話になる。コストパフォーマンスで言ったらね、これいくらだっけ、2000円とかでしょ。これ素晴らしいよ。でヘッドホンを買うんだったら1万5000円から3万円クラスのを買ったらもう跳ね上がる。だから中途半端なの買わない方がいい。中途半端なの絶対。お前が詳しいの本当によくわかった。ただなぜかムカつく
鼻につくんだろ。それはね、俺の最大の欠点なんだよ。うなちゃんまんと同じ語り口ができるんだけど、うなの場合はふかしなんだけど、俺の場合は本当なんだよ。でもなんか鼻につくし、ムカつくんだよね。隙がないんだよね。わかる。だから嫌われるんだと思う。可愛げがない。俺の最大の弱点だよ、可愛げ。ありがとう、花火。なんだろうね。なんで敵を作るんだろうね。俺の多分敵作っちゃうの、小バカにするからだと思うんだよね。でも本当に耳腐ってるやつの、おい、俺、手話の2万するイヤホン買ったんだけど、全然違うよ、聞いてみーが、ほんと、ぶん殴りたくなるんだよね。耳腐ってんだろ、こいつ、みたいな。隙がないっていう。隙を見せられるようになったら、俺は多分大手になれたと思うよ。可愛げと隙。いや、つけ込む隙っていうのかな。隙間がない。っていうのも、俺が理論武装するタイプなんだよ。要は、自分が喋れる部分しか喋らないの。で、自分が無知であるっていうところは、無知ですって認めて、黙り込むのよ。だから人の話聞くの好きなの。詳しい人とか。だからね、配信をやるときに、要は、つけ込む隙がないっていうか、面白くないんだと思うよ。だから嫌われちゃうんだよ。カメラや音響に好きなだけ金使えたら1000万すぐ使える。いや、俺はだから300万だよ。俺がコストパフォーマンス最高で面白く映画が作れる額っていうのを割り出したのが300だから。で、今30で作ってるのが今の映像と今の音響ショー。そう。俺は300あったらそこそこ、あ、これ1800円払う価値あるな、ぐらいはいけると思ってんの。人から十分な愛情を受けてないと好きある人間にはなれないじゃん。うるせえよ。家庭環境かよ。あ、でもね、あると思うよ。なんか、俺が歪んでる部分、その規格外っていうか、規格外っていうのはいい意味じゃなくて、バグって意味ね。要は、既製品じゃなく生まれちゃった。要は、ジャンク品で生まれちゃったっていうのはね、やっぱ親の愛情だよ。母親とか父親とか、に対する愛情の欠乏感から人格が歪んだっていうのは圧倒的に感じる。で、弟と妹はやっぱり母親に愛されたから歪んでないっていう部分あると思うよ。それは俺の根本的な問題だと思うね。でももうしょうがない、こうやって生きちゃったんだもん、33まで。そんな母親のせいにするとか、マザコンでも何でもねえから、このまま行くけど。でもね、子育てをしてたりとか、小さいお子さんがある人は本当に子供に愛情を注いであげてほしいね。本当に変わるよ、その子の人生が。愛情は大事。思い出が一番大事だから。だからお母さん、主婦の人とかに言うの、お弁当作ってくるねって。一番尊いことをやってるからって。今のご時世でちゃんとお弁当を子供のために作ってるって。子供にとっては財産だからね。俺の母親すげえぞ。俺の母親すげえぞ。高校の時、弁当、蓋開けたら、何入ってたと思う？ 1000 円と石ころ入ってたんだよ。すげえだろ。弁当を作ってるっていうのがバレないために重りで石が入ってて、1000円入ってたんだよ。蓋開けてびっくりしたよ。中学生だよ。どうやって何を買いに行けばいいんだよ。先生が唐揚げくれたよ。クラスのみんなが分けてくれたよ。少しずつ弁当。これひでえなと思ったもん。お前の母親ほんとパンクだよねって言われたもん。小川祐希さんの人生を撮ってください。あ、人生っていうか、小川さんとは今後とも、やりますよ。小川さんとは、生活保護の3分の動画あるんで、感想とか書いていただきたいですね。さっきの、いや、これ iPhone だよ。iPhone のこれ、すごいコスパいいよっていう。なんか、1万5千円の、2万円とかのよりも、まあ、それっちの方が音いいけど、2000円とか1000円とかね、まあ、ただみたいなもんじゃ iPhone についてるから、これで出る音じゃないよ。すごい頑張ってるよ、アップル。日本の企業なんだけど、これ作ってんの。これすごいいい会社だよ。
いや、石ころで偽装するところが愛なんだ。はい、ありがとうございます。すごい嬉しかったです。トークを久々本意気でしてましたね。最近はね、ずっと黙ってることが多いんで、僕は。喋りたいからね、基本的にはね。まあ今日はね、リスナーさんがこう、テーマね、こう音響っていうテーマをポンって与えてくれたから、楽しく放送ができましたね。このイヤホン、まあ、もっといいの持ってるんだったら別にいらないと思うけど。あ、でもコストパフォーマンスだよ。コストパフォーマンス。5000円のヘッドホンは買わないことね。3000円、5000円のヘッドホンを買うんだったらこっちの方が音がいいし、2万円のイヤホンを買うぐらいだったらこっちの方がコスパいいしっていう。楽しいね。久々がっつり喋った感じだ。キツネ枠やってくれってアンチは思ってるんだろう。辛い、辛い時間だったろうね。アンチは全然面白くないって。 早くキツネ枠やってよ、叩かせろって思ってるんだ。もう分かってるから。通常枠の時はブロック入れられるの分かってるから、完全に教育されてるから。 だからキツネ枠だから、この通常枠の人は覚えといて。通常枠で普通にコメント書きたい人はキツネ枠嫌だって言うと思うの。でもアンチもこうやって守ってるわけじゃん。本当はアンチコメント書きたいんだけど、通常枠の時は書けないってちゃんと礼儀正しくやってるわけだから、そう、ガス抜きもちゃんとやってあげないとダメだと思ってんの。だからキツネ枠の時はもうフルボッコに叩かせてあげるから。その代わり普通にコテハンで書きたい人は、その時はああキツネ枠だ、荒れるなって、見に来ないようにしようって、お互い切り分けてもらえたら。キツネ枠の時はもう何だろう、戦場だから、関ヶ原だから、もう何でもありだから。もう囲いコメント書こうが、争おうが、もう花火投げようが、投げまいが、嘘つこうが、もう何でもありなのが狐枠。そう。それが嫌な人は通常枠に来てください。で、通常枠の時は奴らはおとなしいから。なんでかわかる？ブロックされるから。二度と見れなくなるから。この切り分けがすごい大事だよね。切り分けが。ああ、とんでもないです、とんでもないです。ていうか、チカゴンそういう感じだったんだね。結構なんかお姉様タイプだったんだね。なんかこうシュッとしたね。なんかね、雰囲気チカゴン変わったよね。サムネ変わってね、なんかいい、すごい似合うよ。大人のお姉さんっていう感じがして、いいね。髪の毛切ったのかな。チカゴンの前のサムネよりこっちの方が雰囲気いいね。すごいなんか大人の女性っていう、お姉さんっていう感じで素敵ですね。お、買った。ダメだったらアンチになる。オッケー、じゃあよかったら報告ちょうだい。いや、 JBL。 ちなみに今使ってるスピーカーいくらぐらいで、どういうスピーカー使ってます？それがさ、例えばさ、浜やらわさんがだよ、もともと3万円のパソコンスピーカーつないでたら、それは音悪くなるよ。それはさすがに俺のせいじゃないからね。さっきも言ったけど、1000円とか2000円とかパソコンの、なんつうの、デルの付属品みたいなのを使ってる人はもう全然保証する。わーおってなるよ。もう全然びっくりすると思うよ。ノーマルの設定でいける。ノーマルの設定で。大丈夫？そこ。もう太鼓判押すから。さっきの JBL のスピーカーね、4800円の。あれはもう本当に1万2000円の仕事してる。で、もう使って3年ぐらい経つけど、まだ壊れてないもんね。内蔵モニター、もうびっくりすると思うよ。あ、もう絶対勝った、俺は。絶対勝ち。間違いない。もう絶対報告に来る。こんなに変わるの、音でっていう。もうね、もうそこは、動画とか見てても全然びっくりすると思う。もういい買い物した、いい買い物した。間違いない、間違いない。絶対、もう全然アンチ余裕だよ。もうアンチになりようがないよ。いや、すごいいい買い物したわって言うと思うよ。もうみんなおすすめね。みんなおすすめ。
もう5000円じゃないよ、あの仕事っぷりは。で、JBL は俺が好きな音のメーカーだから、その音が出てる。要は下の音っていうんだけど、ローの音がすごく強く、低音が全然違う。で、やりすぎてない感じ。要は、バカバカうるさい感じじゃなくて、あのね、レッドホットチリペッパーズ聞いてみるとわかるよ。あ、要は、シャドのベースがあるじゃん。フリーだ。フリーのベースがすっごい映える。YouTube でね、レッドホットチリペッパーズ聞いてください。お、3600円だった？あ、そっか、今日あれか。なんとかマンデーか。え、買いでしょ。スピーカー持ってない人今買いでしょ。アマゾン？なんだっけ、なんとかマンデーだよね。サイバーマンデーだっけ。え、嘘嘘嘘。え、買いじゃないの今。サイバーマンデーで、いや、スピーカー持ってない人買いだよ今。アマゾンが、年に1回かなんかの割引セールだって。3600円だったらもう絶対買い、絶対買い。いいスピーカー持ってない人は今すぐ買った方がいいよ。俺、YouTube にリンク貼っておくよ。後で。Twitter だ、Twitter。Twitter フォローしといて。Twitter にリンク貼っておくから。この枠終わったらすぐリンク貼るから。そっから飛べるようにしとくわ。3600円。俺もう1個買おうかな。いや、マジでそのレベルだよ。3600円だったら全然いいよ。パソコンにつなぐだけだから。USB 挿すだけで使えるから。もう変わるよ。全然変わるよ。俺の放送とかも、よく聞こえるようになるよ。いやー、買ってくれる人がいるのは嬉しいな。なんか喋った甲斐があるよね。ポチろう。後でリンク貼るから、俺のツイッターチェックね。5分以内にあげるから。サイバーマンデーの方からリンクすればいいもんね。それじゃあ皆さん、お疲れ様でーす。アイテムもたくさんありがとうございました。フォローよろしくお願いします。音響枠でした。